はい、こんにちは。えー、お疲れ様でございます。お昼ご飯食べましたでしょうか。えー、というわけで、えっと、午前に引き続きまして、えっと、情報時計物理ですね。えー、東光大の集中講義の物理学特論。第8、第8、8個もあるんですね。<laughs> もっとあるのかな <laughs> すごいですね。ああ、uh, I will give a lecture. Uh, afternoon lecture on the statistical mechanics and information processing of the,、uh, special topics on the、uh, Tokyo Tech. そういうわけで、えっと、やりたいと思います。で、ま、午前まで、昨日まで、昨日まで、前回までと同じですけれども、えっと、コメント作りね、えっと、使っていただいて内部の方々ね、えー、盛り上げてください。あの 2日目の中頃が一番疲れます。<laughs> we, become, we will become a bit tired and exhausted.On the second day, middle, middle time of the second day is very tired, so therefore, please be excited <laughs> to study s t a t i s i c a l physics. 頑張って盛り上げていただければと思います。Please give us some comments by web application, comment screen, by use of the PC or on PC or smartphone.And from outer participants, please use c o m m e n t on the chat window of YouTube live s t r e a m i n g あの外部受講者の方々もですね、あの気楽にですね、YouTube live のコメントチャット欄を利用してですね、えっとやっていただければと思います。 はい。というわけで、えっと、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。午後もよろしくお願いいたします。もうそういう声がね、本当にね、身に染みるわ。<laughs> すんごい、あの、疲れるんですよ。疲れるっていうのもね、あれなんですよ。気抜くと疲れるので、気抜かないんですよ。あの、授業、講義をやってるときはねあの、基本的に立ちっぱなしとか、なんつうの,の、ご飯も食わないとかね、そんな感じでやるんですよ。 そうしないとね、あのダメなんですよ。もう持たないんですよ。なんか一度座っちゃうと、ブ、う、ハ、ん、ーみたいになってしまうっていうのね、えー、ありますけれども、えっ、ー、と、オンラインになりましたので、常に座ってやっているっていうのもですね、ちょっとテンションが違うなっていうのもありますからね、あの疲れ方も全然違うんですけれども、学生さんの皆さんもね、多分あの座りながらって聞いてると思うんですよ。ね、だから体操、<laughs> まずは最初は立ってください。<laughs> <laughs> 何の授業じゃ、プリンス。 With exercise uh, training, because we are always uh, sitting down on the seat, so therefore, uh, uh, we tend to uh, don't care of our body. <laughs> so therefore, please, uh, move yourself. あの当ねあのこのオンライン授業もやってても思いますけど受ける側もそうでしょうけどずっと座りながらなんですよね大概ねだからあのストレッチしながらあのエクササイズしながらやってくれるといいんじゃないかなと思います、えー、そんな授業はなかったと思います <laughs> あのこれすごいでしょすごいでしょって自分で言っちゃいけないですけど立てるんですよ立てるっていうかあの動けるのであの なんでしょうねあんまりそのいわゆるズームでパワーポイントのスライドをさあの流しながらする紙芝居とは違うのでそういう意味では結構自由にできたりしますけどねはい <laughs> OK, let's go! t あ、ミドアフタヌー a f t e r n ー o n l e c t u やってみましょうじゃあ2日目の、ね、イド授業ですねえー、立ちながら本当は板書やりたいんですけれども黒板がないんで <laughs> 黒板がないのでえっ、ー、とまあそれはね立ちながらではないんですけれどもね はい、よろしいでしょうか。<laughs> というわけで、スイッチオン・ザ・ブラックボード。<laughs> えーっと、えっとですね、しかもコメントをね、えっと、流しながら、これ、授業できますから、あの最初はね、そんな、ぶっ飛ばしながらやるってのはね、大変でございますので。はい。 いい質問です。Good question, あ授業と無関係、そういう質問いいんだよ。おな丁場ですから。授業と関係することばっかりなんて考えないで、ねえー。専用の配信ルームですかえー、ただの家,と家の一角です。<laughs> ここ家です、ただの家の一角で、えっ、ー、となぜかある卓球台があってんですね。<laughs> 卓球台。Here, Here is a ピンポン。 テーブル、テーニステーブル、ハーフカット。半分サイズの卓球台がありまして、でそこにディスプレイ。ディスプレイ、PC、マイクロフォン、iPad、キーボード、何て言うのライト。<laughs> いて後ろにグリーンスクリーンですね。 グリーン,スクリーンで、それで、えっと、そこに、えっと、合成してるという形でございます。あの意外に安いんですよ。<laughs> iPad はあのいつも研究とかで使ってるやつと同じですけどね。PC も研究で使ってるやつとそのまま同じですけどね、えー。それで、このグリーンスクリーンなんてねあの、1万円かかるかかかんないかぐらいですかね。ライトセットで。<laughs> だからすごい安いんですよ。皆さんもぜひ、どうでしょうか<笑> ?OK! <笑> so, this is a bit cheap. cheap not expensive room so i made uh, some green screen and uh, about uh, 10,000 yen uh, with a set of the lighting systems so and uh, we set uh, some pc and um, yes everything uh, yes not expensive room <laughs> room for lecture so on um, it's more i always give lectures uh, from this room トゥーズ・ uh, to the 東北ユニバーシティト to 東京テック。いつもですね、東北大学とかね、東高大にはこうやってね、授業配信していると <laughs> いうわけです。いや、便利な時代でございます。さて、<laughs> よしよし、いいですか血が巡りましたか <laughs> では、やってみたいと思います。えー、これからね、まあ、3時間ぐらいですか。長いですね。やっていきたいと思いますけれども、あー午後はですね、えっとまあ、ちょっと午前の振り返りもしてからですけれども、えっと、ランダム行列の固有値分布というものをやっていきたいと思います。Um, we we、yes. I will take the topics and of course I will r e v e y o Uh, the previous lectures on spin glasses, and after that, I will give a lecture on the eigenvalue distributions of random matrices. So, the uh, distribution of distribution of the eigenvalues for random matrices, uh, we can obtain it by use of the statistical mechanical approach. Of course, we know already. Uh, uh leprechaun method so the leprechaun method can lead can lead to um uh アイゲンバリオディストリビューションズ。ランダム行列の固有値分布はですね、レプリカ法で計算できちゃうんですよ。<laughs> だから役に立つでしょスピングラスなんてもうやらないですよ。スピングラスなんか興味ないですよ。いや、自生体に興味ないですよ。まあ僕も興味ないんですけど、興味ないですよっていう方々いらっしゃると思うんですよ。だけど、なんかね、そういうランダム行列だとか、他のトピックスと関係するんだよとか言われると、ちょっとうーっと思うんですよね。なので、 えー、実は急遽予定を変更してなんですけど本当はもうここからあの機械学習とかやっていこうかなと思ったんですけどあよくよく考えたらこのトピックスやってないなと思ってランダム行列をスピングラス理論で、えっと、解析するですねえっとまあ触りの部分にはなりますけれどもえっとまあなかなかそういう授業ってないから、えー、動画も撮っちゃうついでにねやろうかなと思った次第でございますのでお付き合いいただければと思います。はい <laughs> では、じゃあやっていきましょう。えっ、ー、と、まずはですね、えっ、ー、と、午前中ですかね。午前中はですね、えっ、ー、と、まあ、参加されてない方のために、えっ、ー、と、簡単にレビューいたしますと、まあ、こんな感じでね <laughs>、すっちゃかめっちゃか計算してたんですよ <laughs>。<laughs> えそれで、<laughs> I am now reviewing uh, uh, the previous class and、uh, I r e v i e w the、uh, calculation of the replica m e t h o on the spin g a ライブです h i s、like、so we obtain uh, some uh, yes nontrivial、uh, order parameter、like this? Yes. あの悲惨なねえっとオーバーラップマチス状変数というものを見つけましてでまあ違うマ、まあ、ステートに行ってしまった、uh, スピン状態のまあオーバーラップをカウントしますと、えー、だけどこのね実験状況セットアップは全部一緒です、uh, we are p プリ p リ r i n g the same situation same Environment, uh, for example, the location of the interaction JIJ, and uh, we perform some experiments uh, several times. そう、じゃ d A state、we find B state、OK、We compute the overlaps over between the different realizations in the several experimentals。何回か実験やって、まあ、違う結果になりましたねと、同じシチュエーションなんだけど、それをえっと見つったのがこの秩序変数のまあ意味ですと。でその秩序変数でね、えっとまあ、この A と B っていうのが、index for the replica method。あのインデックスが ありましてレプリカ法に基づく、まあ、出てきた数字なんですけれども、まあそ,れをえーまあ、それについて考えると、まあ、対象でしょうと。It is natural to expect the、uh, symmetric uh, for indices of these indices. このね、ス、え、ト、ー、エージに関しては対象なんじゃないのっていうことを、まあ、自然に期待することができるので、まあ、こんなね、レプリカシンメトリー、アサンプション、レプリカシンメトリーというですね、対象性を課して解析してきたわけですね。で、まあ、それでなんか答えが出てきたんですよ。<laughs> なんかそれっぽい答えが出てきたの。 ね、なかったらしい計算をしたけれども、こうやってね、あの、自由エネルギー、こうですね、と。で、そうすると、まあ、4分の、えっ、ー、と、ベータ事情、ベ、J 事情とか、ほにゃほにゃほにゃとか、エントロピーとかね、いろいろ出てきましたけれども、とにかく自由エネルギーは計算できた。よしよしよしと。 で、しかもこんな風にですね、秩序変数9について、えっと、一応、総定員現象も見ることができます。まあ、それをね、えっと、確認がてら、えっと、レポート問題として出しました。あ私のメールね、えー、出してあの、メールのところにね、あの出してくれれば、それで OK です。もしもなんか、メールアドレスわかんねえなとか思ったら、あの検索していただければ、あの見れますので、えっと、大関さん、どこですかと。 調べていただければと思います。はい。でもこんなレポート問題もありまして、えー、これが、えー、課題なんだなということで、課題なんですよね。<laughs> これが結果なんだなと思ったと思います。<laughs> uh, if you send some report report answer,、uh, please send to the, this email m o z e k t o h a c j p Please.、So, n d、uh, this is due yes、uh, February the five up to the February five. Please send me、uh, the 回答要請を2月5日まで送ってください。So, this is a result of the spin r glass g a n a l y s i s o k a y s o let us consider its validity of this solution from several p e r s p e c t i v e s d e e 出てきたんだけれども、本当にこれでいいのかなってやや不安がありますよね。 なので、ちょっとだけ、えっと、ま、いろいろといじくって見てみたいと思います。ちなみに、この、えっと、秩序パラメーターは、えっと、1まで行きます。まあ、それはですね、ハイバーボリック・タンジェントを見れば分かりますが、β 無限大、えー、絶対0度の極限を取りますと、ハイバーボリック・タンジェントってね、1になりますよね。で、それがあ2乗されますから、えっと、まあ、1は1です。 なので Q は1まで行きますというわけですね。If you take the、uh, if you take the low temperature limit, so then the hyperbolic tangent be c o n v e r g e to the unity. So therefore Q becomes a unity. Yes. で、じゃあ例えば、ここからね、1からまあ1の周り around this limit。 まあここからのですね温度に関するまあ揺らぎというかあちょっとしたまあ変化を調べてみましょう。これちょっとおまけね。よいしょ。Behavior, behavior in low temperature. よいしょ。です。えー、まず結果。 q equal we obtain the q equal and gaussian uh, average of the gaussian distribution and uh, hyperbolic tangent squared and uh, beta j root q z okay so we consider some expansion around the inlet norm temperature は、uh, q イコール、from q イコール1。ね、1からのまあ展開みたいなのを考えましょう。で、その時に、えっと、すんげえ簡単なんですよ。ハイパボリック・タンジェントって、タンジェントって、こうですよね。1マイナス、コッシュ。ですよね、えー。これを使います。で、そうすると、1マイナス、えー、インテグレーション、<laughs> 1>, 1 over cos beta j root 9 z. しょですね。Uh, we use this identity for the hyperbolic tangent, square hyperbolic tangent, so then we obtain the 1 minus、uh, 1 over hyperbolic cosine squared.so therefore we obtain this equality. <laughs> こんなふうにね、えっと、得られるんですよ。で、これって <laughs>、 まあこれ要するに1、1-1- って <laughs> なってますので、1からのまあずれを調べてるわけですよ、ね。This is a deviation from the unity. で,で、このハイパボリックコサインってね、よくよく考えてみると、えっ、ー、と、タンジェントの微分ですよね。1 over the square of hyperbolic cosine is given by the derivative of the hyperbolic tangent. again, so <laughs> hyperbolic 再びなんですよ。βj の√ 9の z。で、じゃあ例えばこれを z で微分します。え、uh, we consider the case if we take the derivative of the hyperbolic tangent with respect to the z. ね,ね、z に関する微分をしてみます。で、そうすると J、βj√q が出てきますので、えっと J、βj√q で割っときます。ね、こんな感じですね。で、そうすると、何がわかるよって言ったら、1-βj√q、1 over βj√q、and integration Gaussian distribution, and、uh, ddz hyperbolic tangent βj root qz ってなるわけですよねでここねこいつ hyperbolic tangent って it's like this form yes こんな感じですよね from 1 from minus 1 to 1 so this is like a, this shape. So we consider、uh, beta goes to infinity. Beta goes infinity. 考えます。で、そうするとピコンピコーンピコーンですよね。It's like a heavy side、uh, functions. <laughs> こんな風な形になりますので、えっと、こういう風うに書き換えることができます。よいしょ。<laughs> ね。<laughs> z の正か負かで <laughs> え決まる、えー、ただの符号関数になりますよね。よし。で、これを利用すると、よし。これを利用すると、ああ、いいしょこれらしょ。1マイナス、1マイナス、ベータ J の、えー、っと、ルート9がいらっしゃって、ルート9がいらっしゃって、<laughs> えーっと、ちょっとね、まあいいや、ルート9がいらっしゃって、インテグラル DZ で微分して、2の Z-1。1こんな感じになりますね。<laughs> で、えー、っと、微分をすると、デルタ関数が出てきますので、<laughs> デルタ関数が出てきますから、0。 です。 1>, 1 minus 1 over beta j. So therefore, it means 1 minus、uh, t <c oughs> 1> over j. So now, t h at linear decreasing, the、uh, order parameters decreasing linearly at, at 1 over beta j over t, over t. and、uh, q. 1、decreasing the linear. こんな感じですね。イロン temperature, the、uh, order parameters behave as a linear function, decreasing de <laughs> Dec the functions, like this. こんな感じでわかりますと、振る舞いがね。<laughs> hey、そんな感じで、えっと、なるほどなるほどっていうわけでございますけれども。<laughs> あちなみに、えっと、あれですね。えっと うーんどうしようかなあ。正確にじゃあちょっと、この係数をちょっとだけ正確に計算することができますね。よいしょ。それをやっとかなきゃいけなかった。これをもうちょっとだけ真面目にやります。インテグラル dz ってのは、ル、えート 2π の dz で、2倍のデルタ関数のエクスポーネンシャルマイナススクエアルゼーオーバー2、uh,。Yes。 そんで、結果は、1 over <laughs> j t 2が出てきますので、π 分の2ですね。これが正解ですね。ルート2、ルート π ですね。こんな感じで出てきます。うん。なんか、まあ、いい感じですよね。きれいにこういう依存性とか見えるからね。いい感じでございますけれども。<laughs> これですね、えーと。ページがさらに追加できない。ク <laughs> ソ<くそ>。<laughs> それで今焦ってたんですけれども、えー、とじゃあ別のノートに行きますね。よいしょ。オンおんで、よいしょ。これでね、じゃあなんかいい感じだと。<laughs> いい感じだと。Uh, this solution is reasonable.But if you compute entropy, あのエントロピー、低温の、ね、エントロピーっていうのを計算してみると、真面目で計算してみると、物理的直感と違反するっていうのがあります。まあ、普通は、普通は、普通はエントロピーって正ですよねってわけですよ。 だけど、ネガティブエントロピーって言ってますから、えー、ちょっと異常事態が発生しますよというわけです。で、実際に調べてみます。えー、熱力学的なエントロピーを、えー、真面目に自由エネルギーから計算してみますと。ね、で、これは、あの、ベータの表示だと、えー、こういうふうに書けますね。A マイナス、ベータ分の1のログ Z。<laughs>

入れてみますと we obtain this expression beta j squared uh, four over four and one minus uh, q squared plus uh, beta j squared two over two minus q one minus q and q minus one over beta integral dz Hyperbolic 2 cosine beta j root q z like this. Yes. So then we take the uh, limit of the beta goes infinity. So then we obtain and the q goes to the 1. So we obtain minus beta j squared 1 minus Q and one plus three Q. <coughs> yes, very simple. So then S is now we obtain one minus Q, one minus Q, one minus Q here. We obtain q is equal to 1 but minus decreasing function with respect to. テンプレチュー。温度に反して単調に減少する気温、まあ、を見てますので、1マイナス9っていうところをえっと計算すると,、えっと、温度の1時間数が出てきます。で、えー、9が1に、まあ、なりますから、1プラス3で4で、4分の4が消えまして、えー、これの結果ですね、マイナス、よいしょ、マイナス、<laughs> えー、マイナス、

<Obviously. 笑> なので困っちゃうのよ。困っちゃうのよ。困っちゃうのよ。e すが、u r e limit. What was wrong? <laughs> なんかおかしいわけですよ。どこがいけねえんだって言うと、えー、実はこれです。レプリカシンメトリーです。レプリカシンメトリーが n z violation of the replica シンメトリー is occurred. In low temperature レプリカ対称性の破れっていうのが、えっと、この、ね、低温で起こります。なので、えっと、QAB ですね。QAB イコール QA not B が悪いです。じゃあ、信用ならねえのかよっていう話になるんですけれども、 信用ならねえのかって思うわけですよ。このレプリカ法というやつがね。だけど、えっと、実はあ、そういうわけではなくって、えっと、まあ、ある程度は役に立ちました。で、たまにローテンプレチャー、インローテンプレチャーで、えー、このレプリカシメトリーがブレイキング。グ すすることがありますのでご注意くださいでもちろん、レプリカ対象性を破った場合について、えっと、検討することもできますが、でもそれはちょっと今回の講義のレベルを超えるので、私、ま、的、あ、にとどめるということにします。In the l o w temperature, several cases exist without replica symmetry.So, several times,、uh, replica symmetry breaking will occur. in low temperature but this is beyond all the our course our class so therefore in this, in this lecture uh, we consider the case uh, with only with a replica symmetry replica assumption but uh, in your research uh, please take care of the replica symmetry assumption in low temperature あの研究ではね、あのそういう意味では、レプリカ対象性が破れるということはありますので、ぜ、ま、ひ、あ、ともご注意いただければと思います。はい。 ええと、質問のコーナーで J って書かれて J。これね、これね、俺もね、んって思ってるんですけれども、消えない、消えないんだよね。消えなかったっけ消えなかったっけ消えなかったかななんでエナジースケールと関係しちゃうのなんか消えないのがちょっと気持ち悪いなと思って、どっかでや,や,や,やらかしてんのかなって思ってますけれども、パッと見は見つからないから、まあいいかっていう感じですね。えそうね、そうね。 パッと見見つからないですね。パッと見は分かんないですね。まあいいか。<laughs> まあいいかと言って。はい。何か分かったら教えてください。よ <laughs> し。破ああれることがありますというのは破れないときもあるんですかという質問が来ました。あ、uh, I have received some questions on the uh, yes. Uh I I said、uh, the case exists,、uh, the case without replica symmetry exists, but of course、uh, his question is、uh, Is there any cases、uh, with replica symmetry under replica symmetry condition? あのレプリカ対称性が破れないこともあります、えー、結構多いですはい、あのそんなに破れません <laughs> そんなに破れません だけれども、えっと、破れるときは破れるということですね。There are several cases without replica symmetry. Of course, there are various cases, many cases with replica symmetry.Replica 対象性が破れることはありますけど、破れないことの方が結構多いです。えー、それでほとんど十分です。はっきり言うと。<laughs> この SK モデルが割と特別です。 Uh, シェリントン・カクパトリックモデル is a special care. It's always a replica symmetry.、Uh, レプリカ対称性を破る特別な場合が SK モデルでございます。で、他にモデルでレプリカ対称性破るやつありますかっつうと、探してみると案外ないんですよね。<laughs> なので、ああ、レプリカシンメトリー is very good.

で、えっと、if you take so the r e p l i c a t i symmetry breaking、we can take the、uh, r e p l i c a t i symmetry breaking、some kind of the degree of the breaking、そう、あの段階を踏んで、えっと、r e p l i c a t i o m e t r y で対称性破ることができるんですけれども、first step、two steps、three steps、it's like、it's like、uh,、yes、uh,、degree s of、uh, breaking、そう、段階的にあの、uh,

<Yet> <laughs> もしも第1段階のレプリカ対称性を破れるっていうのを考察入れるとこの、えっと、負のエントロピーはちょっとだけ改善しますちょっとだけ <laughs> なので、えっと、めちゃくちゃ破らないと SK モデルの場合にはこれは是正されませんでフルステップレプリカシンメトリーブレイキングって言います、えー、でただそれは SK モデル で、起こる特別な、まあ、刑でございますので、ねえー、そこまで考えなくていいよいと。で、しかも、レプリカ対象性を破った場合は、ほんと、ちょびっとだけ補正を加えるぐらいになっているので、まあ、そんな抜本的解決というか、劇的に変わるということはないです。 Right. If you take some breaking replica symmetry, then the result is slightly differs from the replica symmetric solution, but very slight. So, therefore, basically, you have to perform replica symmetric solution, replica symmetric analysis. なので、えっと、基本的には、レプリカ対象性なんか、まあ、破らんで、とりあえず、レプリカ対象の範囲でやってみろというわけです。あ、いいですね。Uh, we, I have a question.、Uh, uh, when the replica symmetry breaking、uh, beta j イコール 1? Uh, the is is, it diff, is is it different from the transition point beta j equal one? so yes. Ah, no beta j equal Yeah, exactly. It is different uh, from the original uh transition point beta j equal one. So slightly a different point uh replica symmetry breaking is exists. So after that. バリアス、セブラル、フェイス、トランジションを行う。なので、えっとレプリカ対象性の破れの転移と、えー、スピングラス秩序パラメーターが立ち上がる転移等とか、全然あの意味が違いますので、えー、それぞれがベッドに起こる、まあ。もしくは同時に起こることももちろんありますけれども、モデルによっては、基本的には別です。はい、その通りでございます。 いいですねやっぱりこう,いうこういうところね、あの、物理ですから面白いですよね。興味持ちますよね。すげえわかる。<laughs> すげえわかるんですけど、そこにね、ドツボにはまっていくと、ただのね、マニアックな話になっていくので、えー、ここら辺にしておこうかなと思います。<laughs> はい、ありがとうございます。あ、いいですよ、こんな感じでね、質問していただいて。 はい、では、よかった、よかった。実はこれ、オンデマンド動画では全然言及してなかったんですよね。<laughs> I did not refer any comments on the replica symmetry assumption and on the on-demand、uh, videos.I、uh, performed already the、uh, different classes on t o i k k y o University. で、私はビデオをスタジオメガニックで、もちろん、このように、なので、私は何を送りたいかを聞いて、レプリカシンメトリーブレイキングの時にあったんですけれどもその時に、ね、レプリカ対象性が破れる話とか全然してないんです。よねで、あれを見た学生から、レプリカ対象性 を、なんか、信じきる <laughs>、やからがいたので <laughs>、あ、これはまずいぞと思ったので、レプリカ対象性自体は破れるよとか、まあ、あとこういうネガティブエントロピーとか、ちょっと不具合なこともありますので、まあ、そういうところはちょっと確認をして、この答え大丈夫かなっていうのは調べてくださいというわけですね。で、あと、レプリカ対象が、まあ、破れた回って、えっ、ー、と、出すこと自体はそんな難しくないので、計算方法全く一緒です。 なので、まあ機会があればそういう動画とか出したいですし、まあ何かねあのテキストブック、PDF とか出そうかなと思ってますけども、えー、多分ですね、この授業ね、あの一部の方に一部出版社の方が見てらっしゃると思いますけれどもね、えー、教科書を書く予定なんですよ。で出版社の方がまだかって締め切り、もう締め切りすぎてんぞ、カー,ーって感じであの見てらっしゃいますので、ここでちゃんと言います。はいこういうことを書きます。はい <laughs> <laughs>、okay. <clears throat> Let's go to the next topic uh, on this lecture. So yes, the topics, the na name of the topics is new one, uh, random matrix. Random matrix. So you know the random matrix. Definition of the random matrix. Uh, it's each element follows some distribution functions. あのランダム行列の定義はもうめっちゃ簡単で各成分ねあのなんか確率分布に従ってランダムに生成させていますよというわけですけれども We have already had random matrix on this lecture. もうすでにこの講義でランダム行列ってもう使ってますよねあれですよ JIJ ですよ。JIJ Interaction Matrix. We already had found. So, the JIJ follows the、uh, distribution f u n c t i o n For example, in the case of the SK model,、uh, JIJ follows the Gaussian distribution.SK モデルの時にね、JIJ ってガウス分布に従ってるやつありましたけど、もうまさにランダム行列じゃないですか。だから、スピングラスの解析って、 まあ今やりましたけど、ランダム行列のことを考えることと一緒なんじゃないのっていうふうに思いつくわけですね。で、実際そうです。はい。で、なので、えっと、ランダム行列に関する、まあ、解析手法というか、アプローチを、えーまあ、簡単ながら、とこの授業では教えたいなと思います。So,、uh, let's take the、uh, topics on the random matrix because we have already analyzed、it. analyzed uh, the spin glass problems with random matrix so therefore the problem on the statistical mechanics of the spin glass is very similar to the analysis of the random matrix okay so let's find analyze uh, distribution distribution of eigenvalues eigenvalues 固有値分布ってやつですね固有値分布の計算を今回はしたいと思います This Definition of the distribution s of eigenvalues is like this For example, I equal o n e n. So we consider N times N matrix So if we obtain the eigenvalues I's eigenvalue like this So then the distribution function of the eigenvalues is like this. 雇用値分布ね、もしも雇用値ラ,ラムダ i っていうのが i 番目の雇用値として得られたという時には、まあ、雇用値分布ってね、あ電化の電化密度と一緒です。It's like a、uh, density of the electric,、uh, electric? 電化って何だっけ ?Charge.Electric charge.It's <laughs> like, like this. こんなふうにえっと固有値分布っていうのを定義します。で、えっと、ただ、ランダム行列なんです。We now have a random matrix, for example, random matrix w e r e I denote A. So therefore, distribution function of the eigenvalues s i comes from its average. あのランダム行列、まあ、A と書きましたけれども、えっと、ランダム行列の固有値分布なのでいろんな場合があるわけですよねなので、えっと、行列 A に関してさらに、えー、平均されたものでございますでラムダ I っていうのはこの行列 A のそれぞれのリアライゼーション実現値の固有値です。アイゲンバリュース

だから人類に計算ができるのはって話ですよ。人類に計算ができるのは指数関数と分数関数しかないんですよ。その話です。よいしょ。デルタ e l t a f u n をちょっと考えましょう。デルタファンクション i n the previous uh, lectures, uh, we changed the expression of the delta function into the exponentiated sum functions、uh, by use of the Fourier integral ルででねデルタ関関数数数を指ま数数まあ評価しましたけどここではちょっと違います。Here we take a slightly different approach.Delta function lambda minus lambda i、うん、Is, can be rewritten by this expression one over pi. imaginary part lambda minus lambda i minus i epsilon by use of the uh, complex integrals this expression can be obtained we realize the function into the rational functions with respect to the lambda and y is a very small values, very small tiny values. And we take the limit, y goes to zero. Yes. こんな風にですね、えー、デルタ関数を書き換えます。これが重要です。この、ああインバースっていうのが重要です。 まあ、マイナスラムダアイマイナスアイプシュアンテアリマスケードモヨソニラムダの逆数ですよっていうのが重要ですわかりますか <laughs> この後何をやるかわかりますかラムダの逆数ですラムダの逆数って今までどこで見たことがあるかね ?Have you seen the have you ever seen the、uh, inverse of the e i g e n v a l u e s m a y b e in the linear algebra And uh we let's consider the uh, yes uh, uh, diagonalization of the matrix. Yes, then we obtain the lambda itself. But if you consider as uh, a case for diagonalization of inverse matrix, so then you find one over lambda. ね、もう言わずもがないですけれども、対角化を考えましょう、行列でね。で、そうしたら固有値が出てきますと、それは当たり前なんだけども、逆行列の固有値を調べましょうって言ったら、これ出てくるんですよ。1マイナスラムダ。あーってことは、これは、これは、逆行列を対角化した後なんじゃないのっていうふうに読み取れるわけですよ。ほー、そうか、そうか。じゃあこ、これは、おこれは、 逆行列と対応させれば、なんか関係式作れるんじゃないかっていうふうになってくるんですね。で、えっと、次です。イコール we modify expression of the delta function s l i g h t まず、えっと、まあ、このままね、えっと、やっていくと、えっと、どうなるかやってみましょう。まず、えっと、we, え we,、ー Uh, insert this expression into the definition of the distribution fractions the the of 分布関数のところにねまず定義通り入れてみましょう。πn1 overπnn and uh, yes,、uh, i1n <laughs> and imaginary power lambda minus lambda i minus iypsilon1 o v e r Of course, イプシロン goes to zero limit、うん。まあただ書いただけです。形式的に書きましたけど、定義通り入れてみました。で、イプシロンどうせゼロにしますってことですね。でここでだよ。ここでだよ。<laughs> this is the fraction、うん。This is this comes from the derivative with respect to lambda of logarithm ラムダマイナスラムダ i。ね。<laughs> もう分かったでしょ。1オーバーパイうん。微分をします。ラムダで。イマジナリーパートとかうってほしいけど、はい。n 分の1で和を取ります。i イコール1のログラムダ引くラムダ i。ね。もういいですね。よいしょ。<laughs> ほらほらほら。 出てきましたね。ログ。これ見逃しですが、ログ出てきました。ログ、so, of the eigenvalues and summation. It means、uh, trace log of matrix.、ね、これで見えてきましたよね。えー、トレース log、えー、行列 A なんちゃうのとか。 よいしょ。見えてきました。で、トレースログは、って話ですよ。トレースログは、えー、ログのデタミナント a、a- ラムダ -in ちゃうのと。ね、これはあの物理のね、大学院生、学部4年、3、4年、大学院生の時かな、ねあの知ることが多い、えー、と高等式です。 This is an identity for the matrix. Trace log is equal log determinant。ね、ログデタミナントとトレースログが一致するっていうやつですね。え、これは線形代数の基本的なまあ、定理の一つでございますけれども、えっとこれを利用するとですね、1 over pi derivative with respect to the lambda and the imaginary part、1 over n。 log determinant of matrix lambda i n minus a and uh okay like this sorry in inversely <laughs> inversely and uh, lambda i n minus a um and uh, lambda i n minus a yes hmm. こんなふうに見えますね。で、of course、of course, we take the average over n over n,、uh, a, sorry, over a over a. You find it's like logarithm of the partition function and with average over a. うん、もう見て分かりますよね。ログの分配関数なんじゃないか、お前はっていう感じになってきましたよね。そう、ログの分配関数で、で、A について平均取りなさいとか言ってるわけですよ。え、これもしかしてってなりますよね。そうなんですよ。実はこいつが分配関数になります。で、えっと、分配関数、何の分配関数だよっていう話なんですけれども、えー、しかもデタミナントでしょ データミナントって何なのよって言うわけですよ。データミナント comes from. So, where, where do you, did, you have, did you find the determinant? So, is,、uh, what, is, what was the first time to find the determinant? どこでデタミナントって初めて見ましたか of course, of course, in linear algebra, in the lecture of the linear algebra,、ね uh, in physics, in theoretical physics, have you ever been to the,、uh, have you ever found a determinant? So then, where was the first occasion to find the determinant? ね、最初に分配あの、最初にデタミナント見たときってどこですかって言う絶対これです。ガウシアン・インテグラルです。しかも多変数の。えー、デタミナントを最初に見たときは、It is the first time to find the determinant in Gaussian integral.、ね、ガウス分布による、えー、平均とかを計算したときにデタミナントって出てきます。 なので、こうしましょう。Z ナムダというものを定義します。We, let us define some artificial function, some artificial system.So then we define the partition function. でなんか人工的なシステムを考えて、でその時にあの分配関数を分配関数を計算しますと。でどんな、えっと、人工的な経過っていうと、uh, We define some degrees of freedom as a U vector. ね、u っていうのを、まぁ、あ、ちょっと人工的な自由度としましょう。エクスポーネンシャル、えー、マイナス、マイナス、ハーフ、ワンハーフ、u, and ラムダ i n, マイナス a、a, and、uh, u vector. So, this is a quadratic form of the energy function. ね、二次形式の、えっと、エネルギーをこういうふうに考えますと。 で、U に関して積分しなさいっていうふうに書きます。So we can compute this p a r t i o n function very easily because this is Gaussian integration. <laughs> で、このガウス分布による、ねえー、と計算やっちゃうんですよ。2πn square root and determinant, determinant lambda i n minus a.Okay.So therefore, <laughs> low lambda can be uh, written by the partial function uh, 1 or uh, minus 2 pi uh, derivative with respect to the lambda imaginary part and n and, and no, no 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 log of z lambda yes and with average with、えー、ログゼットで書けますよね。これ見ると、えー、ログを取ると、マイナス2分の1デタミナント出てきます。マイナス2分の1を消すために、マイナス2倍しておきますで。ログのデタミナントってありましたよね。先ほどの定義でね。はい、ログのデタミナント。So here is the log of the partition function we obtain. なので、えっと、if you want to compute low lambda, so then please calculate the partition function with average over all realization of matrix A. なので、もしもローラムダを計算したいっていうんだったら分配関数の6計算しなさい。C かも A に関しての平均を取ってたです。ああ、ああ、じゃあもう俺たちできるよね。 yes we can because we know we know how to compute this quantity yes by use of the replica method or spin graph theory あのなので、分配関数計算しなさいって言われたら、この形全然できるよって話ですよね。えー、行列 A に関して平均しろとか言われても全然怖くないですよね。JIJ に関して俺たち平均したしね。で、レプリカ法とかアスピングラスセオリーとかを使えば、この計算全然わけないねっていうことも分かってますので、にゃるほど簡単じゃねえかってわけですね。OK、レプリカメソッド。We use。というわけです。 なのでえっと具体的にえっとまあ、何でしょう問題設定を与えてえ実際にレプリカ法でですねえっと計算していきたいと思いますはいオッケー now now let us compute、uh, several cases of the l o m b d a matrix for example、uh, we consider、uh, a follows gaussian distribution so then、uh, we obtained セミサーコルズロー。Uh, you know the Wigner's, Wigner's, セミサークルセミサークル、ロー。Yes, Wigner の半円則っていうのがあガウス分布に従うねあの、ランダム行列について知られてるんですけれども、えーと、そいつについて再現したいと思います。レプリカ法を使ってっていうわけです。Now A follows Now uh, follows the Gaussian distribution uh, 2 pi n over 2 pi square root and the power of the n n plus 1. Yes. And exponential minus n over 2 and a i j squared Gaussian distribution and i is less than j and minus. N over two and the diagonal part a I, I squared. <Like> <laughs> こんな風にですね、えっと、A の分布関数を定義します。非対角要素。まあ、i が j、えっと、i の方がちっちゃいところですね、えー。そういう上三角だか下三角だかの限られた領域について、非対角要素を考えまして、えー、そいつについてはこんな分布ですと。で、対角要素も同じガウス分布に従えますよっていう風に書きました。まあ、これは定義です。で、この場合に、えっと、ウィグナーの半円則っていうのを出してくれます。 こういうい行行列、列ランダム行列はウィグナーの反映速を出してくれます。はいじゃあ計算してみましょう。Let's compute the partition function by use of the replica method.So therefore,、uh, instead of the logarithm of the partition function,、uh, we use the partition function, power of the partition function to the n. なので、えー、レプリカ法を使って実際に計算してみたいと思います。でそうすると、対数、分配関数の、ね、対数を計算するんだけれども、代わりに、これですね、えー、z の n 乗というのを計算いたしましょうというわけです。でしかも、a で平均をしてくださいねというわけです。OK。We consider the product over all replica indices it's like this so the definition of the p a s t i o n function is here please remember this function <laughs> あのここにねあの分配関数の定義書いておきましたんでまあ単純にレプリカ法を使うために n 乗 n times 考えてみましょうエクスポーネーシャルマイナス <laughs>、えー、ラムダオーバー2 <laughs> まずはえっと最初のラムダ 単位行列 UU ってかかってる二次形式のところですね。はい。それは、レプリカによって A イコール1から N 個ありまして、えー、UA の UA よで。これですね。 Here is a product of the identity matrix and the squared of the U vectors. But we now use the replica method, so therefore the power of the uh, partition function uh, to the n. So therefore the uh, summation here is in the exponent and uh, the summation exists. <coughs> one

and we have to take care of the average yes random matrix ここだけですねランダム行列に関する平均はね、えー、かけますでゆっくり丁寧に計算していきます、えー、まずは、うん、対角ダイアゴナルダイアゴナルパードレーサースコンピューツライダイヤゴナルパート of the of ds、yes, this アブレイジオーバーランダムマトリックス。Yes. なので、まずは対角成分から丁寧に計算してください。もうここで計算間違いすると人生終わります。<laughs> え大概こういうところでね、計算間違えましたよね。はい。エクスポネンシャルワンハーフ AII、サミーションオーバー A、UIA スクワード。 So this is the expression following the definition of these parts, only on the diagonal part, aii. I, A, I, I. So then U is uh, I, I, U, I, I, so with uh, the same index for the replica index, so therefore U, I, A squared. So, then we consider the definition of the part, uh, probability distribution of the AII. Sorry, AII. Only the diagonal part. So, and then exponential A minus N over 2 AII squared. Here is the definition for the AII, distribution function for AII. here <laughs> and uh, plus uh, one half ai、uh, summation uia squared はい定義を書きましたここの部分だけ拾ってくればいいですね非対角成分ないからでここの部分についてはそれを書きましたなので a の2乗を a の1乗でございますので平方完成すればいいですねエクスポ Of this function is uh, we can perform the completion of the square. <laughs> I think the replica method can, uh, yes, uh, a junior high school student can perform the replica method because the essential calculation is performed by the completion of the square. <laughs> 平方ででできちゃうんだから中学生でもレプリカ法は私はでできるると思ってるんですけど、ねはい。<laughs> 1 over <laughs> 2n <laughs> a, a u i a squared. Yes? And squared. The remaining term should be 1 over 8n a u i a squared and squared. OK. If you perform the Gaussian, distribution,、uh, Gaussian integral,、uh, these terms vanish. Gaussian, Gaussian integration. So the remaining term will be here. OK. あのなので、Gauss 積分しちゃうと、ここの部分だけが残りますので、これを残しておきます。なので、えっと、ここもです、ね、残っています。0番目 <laughs> ですね。次。 Uh, let's go to the uh, move on the non-diagonal part. Non non-diagonal part. Yes. So then, uh, exponential one over two half. No 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 no. Sorry. Uh, uh, here. So no diagonal part here. Mm. But we consider. Uh, yes show <laughs> One over two, I not J, uh, U A I A I J U A J here. Hmm. But you you know <clears throat> here the index of the summation is I is smaller than J, so half of this quantity so here is uh, i is not equal to j so therefore we have to exchange of the expression of the uh, indices of the summation so therefore we slightly change twice i is less than j so then the, this average uh, following the definition of uh, dij exponential minus n over two uh, aij squared plus uh, aij summation <coughs> over u i a u j a yes so this is the definition of here oh, sorry uh, here, distribution function comes here and here is a linear terms uh, comes here. Yes. So if you perform the computation of the squared, sorry, very narrow, <laughs> minus 1 and n over 2 a i j minus 1 over n and a equal u i a u j a. squared and with over n e o two n summation over a uia uja squared。やくやはい、こんな感じで平方完成しました。ちょっとだけ。あの 見えないですね。はい。<laughs> はい、こんな感じですね。で、えー、こんな印象が出てきました。はい、このタームをはい2番って名付けます。はい。というわけで、えー、範囲平均、A に関する平均終わりました。We have finished to take the average over A.So the remaining term is 0 and 1 and 2.And we manipulate J インテグラルス o t y o u なのでこれ二次形式で書けてるので基本的にはガウス積分をするだけでこの結果書けるんですよ。だからそのままあのガウス積分が得意な人はあの書いていただいて全然構わないんですけれども、ええー、まあ一応ね、えー、先ほどまでの方法と関係づけましょう。 you can find some non-trivial couplings non-trivial terms like this u i a u j a or u i a u i a here so and of course you see the u i a u i s submission over i index so you find order parameter of these systems ねえー、ここに UI とか UJ とかでなんかワートレイとか書いてあるんですよね UI についてワートレイとか UIA についてワートレイとかなんかここに秩序変数があるんじゃねえのっていう風に見えてきていやもちろんランダム行列の世界だからなんか物理とか関係ねえじゃん直接はとか思うんですけど仮想的なアーティフィシャルシステムを考えたら物理系とみなすことができるんですよ で、そしたらその物理系における秩序パラメーターなるものが出てきて、よくわかんないですけどね。U って何やか。わかんないですけれども、秩序パラメーターが出てきたので、同じようにスピングラス理論を適用することができんじゃないのっていうわけですよ。うわーオってわけですね。役に立つじゃん。ね、スピングラスなんて役に立つわけねえじゃねえかとか思ったかもしれないですけど、俺も思ってましたけど、役に立つんですよ。イエス。 スピングラスの理論から離れたところで役に立つから、ら、まあ、これがね悲しいことです。けど悲しいこと <laughs> だってスピングラス理論って地味だぜ。<laughs> 地味だよ。地味だけどさ、なんか役に立つからさ、やっぱり。やっぱりやらなきゃなーって思っちゃったりするのよね。はい。えゼ、ー、ロ番目の項、はい、ゼロ番目の項、こちらでございます。これね。ああ、マイナスラムダオーバートゥ、サメーションオーバーで。レプリカインデックス、アンド、ディスイズインナプロダクトオブザピークです。u i a ui a ウィーエーウィーティーエスサメーションオーバー。 インデックス of i and index of a、ね、ここに a と i の和がありますのでそれだけ明示的に書き直してこれは何ぞやということを書きますとマ -lambda o ー e r ー2ですねでレプリカインデックスについて和を取り、えー、i についても和をとりなさい uia uia なんですけれども One over N You can find you can find okay order parameter of these systems. Okay, now let us define all the parameters one over n I call one n u i a, u i b. It's like a spin glass o r d e parameter.、ね、スピングラス o r ダ e パ parameter のように、えー、ここに秩序変数見つけたーっつっておきます。例えばこれは QAA ですと。と、ね、そういうことがわかりましたね。よしよし。で次です。<laughs> じゃあ1番、1番、オ、okay. ッ1番、一番、じゃ1番、1番、1番、1 e 1番、1番、r 番、1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 番、 n and the uh, summation of the uh replica index and uia squared summation and squared <coughs> okay <clears throat> so then and uh, after that we take the uh, summation over uh, all diagonal part so therefore we take the summation over i equal one and to the capital n ね、えっと、対角要素すべてを和取らなきゃいけないので、1 over 8n に、i イコール1から n まで和を取ってください。で、次に、えっと、レプリカインデックス a と b について、え iA スクエアード、ib スクエアードというふうになってます。2二乗の2乗ですからね、<laughs> これ。 <laughs> 注意してくださいね。But these terms is order 1. ですよね。え、uh, here, uh, the summation over n components, but 1 over n.So therefore, n divided by n, this contribution will be the order 1. <laughs> なので、えっと、n この和と n で割ったやつなので、order ーー1になりますから、これ全然もう聞いてこないというわけですね。 はい。だけど、こっちの0番目とかはオーダー N でございますね。それにご注意ください。オーダー N。おら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 。ね、もうサドルポイント使うんだろうなぁとか思わせますよね。はい。なので、全く一緒なんですよ。続々してきますね。はい。The second term. <laughs> second term is here.、Uh, for all, all、uh, non-diagonal p a r t 1 over 2n. And the uh, mission replica indices uia uja squared, and we take the up, uh, we take the summation for all non-diagonal part. So therefore, <coughs> therefore, one over two n, and uh, i is less than j, and uh, uh, squared. Submission. So therefore, U I A U J A U I B U J B here. Hmm. Okay. Again, you find U I A U J A U I B U J B. Okay. We let's let's replace the order. Let's change the order of the product.、ね、ここで順番変えましょう。SK モデルの時,によ時のように。ね、はい、順番変えるだけですから、別にいくらでもいいですよね。はいここの順番変えます。UIBUJA。ほら。<laughs> 見えてきた。ほら。IJ&。And <laughs> ほれ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 。クロスター <laughs> You find the cross term again. It's like a, the a case of the SK model. So UIA UIB and UJA UJB and with the summation for the uh, cross terms. Okay, again, technique first. The technique first. One over four N and uh, the summation AB is remaining here. And uh, take the summation UIA UIB and squared minus i u i a u i b squared. Yes. Come on. So. Compared to the first term. はい、ここで和の、ね、回数見ましょうと。i が1個和を取るだけだから、オーダー n です。で、こっちは n に,か、えっと、I に関して和を取って2乗しますので、n2 乗です。だから、えっと、ここの成分しか聞きません。 こっちに比べて、こっちの方が支配的だから潰れちゃいますよというわけですね。はい。で、そうすると、結果として出てくんのはね、ってわけです。はい。<laughs> えー、A、B について和を取りなさいで、もう見えますね。UIA、UIB の和がありますので、えー、これ見逃しに1 over N, summation,、えー U I A U I B, UIB, <coughs> and it is n over four, yes. Uh, we uh, take the uh, one over n here because we define the order parameter is like this. So therefore, you can find here again. Uh, Other parameters is exist here, Q A B, yes, good. はい。えー、これ見よがしに、えっと、N 分の1っていう風なものをね、取り出して、で、外に4分の N っていう風に出します。で、そうするとね、もうわかりますよね。オーダー N だよって言ってます。はい。サドルポイントエクエーション、どうせ出すんだろうなってのが、まざまざと見えてきますね。はい。で、それで、えっと、QAB があって、2乗して AB について和を取りなさい。で、あっちは対角成分 QAA について和を取りなさい。ラムダをかけてねっていうことが、 わかりました素晴らしいです、ね、はいというわけで、uh, Let's correct the all the results.0 plus 1 plus 2 equals n, yes, these quantities is proportional to the n, n に比例する t e r だけがわかりましたけどマイナスラムダオーバー2 えー、対角成分 QAA だけ、えー、足し算しなさいっていうのが0番目。1番はどうでもいいと。で、プラス1 over ーー4。えー、AB について和を取りなさいと。で、こいつは2乗してくださいねと。A、b と。閉 <laughs> じか、かっこというのが出てきました。はい、おめでとうございます。お疲れ様です。できましたね。はい、ここを、はい、N の、じゃ例えば G の うん、Q というふうに置きますか。えっ、ー、と、まだマトリックスでございますので、Q というふうに置きます。はい。えー、ここで、えっ、ー、と、Q って書きましたけれども、これはどうしてかっていうと、これですよね。うん。N times N matrix、uh,。the order parameter is, uh, uh, makes, creates some order parameter matrix, N times N.So here I define the パラメータズ・マトリックス Q.、Uh, its element is QAB, of course.、Yeah. こんな風にして、えっと、定義をいたします。はい。そうすると、何があなたはしたいのかなっていうと、分,分配関数計算しておりますけれども、はい、よくやる手でございます。テクニック2を使います。 はい、そうすると分配関数なんだけど、私たちこういうものを作りました。QAB is equal to 1 over n and summation over the all the components of the system degrees of freedom。こんな風に秩序変数を置きました。その上で、えっと、計算してくださいねという話をしましたので、We insert identity for the delta function. はい。分配関数は、あったわけです。インテグラル DQ で書けますよ。えー、分配関数君は、実はね、と。えー、インテグラル、インテグラル、えー、DU ベクターってあるんですけれども、えー、エクスポーネンシャルの N、今置いた GQ ね。GQ、<laughs> とじかっこ、and product AB、delta functions QAB is equal to the UA、uh, and UB。よいしょ。summation of UIA, UIB.I I equal one to, to the N.Yes.As usual. ね、いつもの通り、 デルタ関数で9とこの和がね対応してますよって言っといてで9でここのターム全部書けましたので書いておきますはいでその9について9について積分しますが9についての積分はデルタ関数で引っかかってくれるのでここに代入するってわけですから元に同じ形に戻せますだからちゃんと成立してますでじゃあ残る計算はっていうと実は カウンドの number is characterized by this order parameters. So, this is entropy.、Yes. <laughs> エントロピー出てきましたよ。また秩序変数9によって条件付けされた、キャラクタライズされたあものでカウントしてくださいってわけですから、これ、This is the number of states characterized by the order p a r a m e t e r ね。QAB で特徴付けられた状態数についてカウントしなさいだからエントロピーそのものじゃあこいつはって言ったら、まあ、エネルギーなんだろうなとは思います。だけど元のなんだろうな物理系じゃないので This is not the physical 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 system で、見てわかるようにあのエネ,ーエネルギー関数ですと。物理系じゃないのでエネルギーなんてどうでもいいんですけれども、でもね、なんか言いたくなるじゃん、エネルギーだって。 ね、そういうことでございます。そういうアナロジーがやっぱりね、物理をね、豊富、豊富にしてくれてると思いますね。はい、エネルギー、ね。ランダム行列のエネルギーって何でしょうね何なんでしょうねいや、多分意味あるんですよ。 その意味を研究するとか、それを使った別の研究というか分野を作っていくとか、うん、物理学者ならではのインスピレーションを働かした説明であるとか、計算方法であるとか、熱力学とか作ればいいんじゃないですか何面白そうじゃん。サーモダイナミクス4ランダムマトリックスッ。絶対あるよね。絶対あるよね。絶対あるでしょ。うん、そういうの研究するんだよ。ああ、ネタ言っちゃった。 And I am not really young, so young students please, please gather your intelligence and for improving our knowledge and please uh, perform various researches with excited. はい。もう若くないんでね。皆さんに任せた。はい。い <laughs> やいやいやいや、まだ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 、あ置いてもまだまだ現役じゃん。みたいなね、話もあるかもしれないですけど。いや、いいんですよ。さっさとね、あの、年寄りはですね、あの、皆さんに知ってることを教えて、えー、皆さんが、あーもっとね、えー、新しい学術分野を作っていけばいいんじゃねえのと、私は思いますけれどもね。はい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。なので私はね、あの、教えるところ。 はい。<laughs> okay。The remaining、uh, task is should be a computation of the entropy, so counting the system, counting the states、uh, characterized by these other parameters. <laughs> 同じことの繰り返しなんですよ。だけどね、1 free energy is one p e o p l ね。一個自由エネルギー計算できれば1個論文書けるんですからあ、ぜひとも頑張ってください。こういう計算をね、めんどくさがらずに。 In other words, this lecture, uh, we compute the free energy of the Ising model. Very simple. No, This is a trivial. Okay. So, I uh, we compute the free energy of the SK model. This is not, not trivial. And again, and we compute the free energy of the random matrix. And the second cross I will uh, another example of the random matrix. Okay. Three free energy we compute, three papers. So, this lecture, I publish three papers. No, 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 the third day, maybe the one paper, two paper, OK, five papers. ね、この集中講義でやってること大変なんですけれども、えー、一つ一つのコマで何をやってるかっつうと、一つの論文に書かれていた計算をそのまま再現してます。はい、なので、えー、一クラス、一,一,一コマあ、一論文です。 <laughs> そりゃハードだよね。だけど、逆に言うと、これでいいんだよ。This is business model. <laughs> これがビジネスモデルなんですよ。ねスピングラス理論の人たちのね。であんまり人がいないので、<laughs> ぜひともね参入すると、ウハウハでございます。はい。Entropy.Okay.The remaining task is to compute the entropy terms.Okay.You find. yes you find these terms delta function and with products over a and b and you have to uh, manipulation of the integrals du uh, u vectors okay well the first <coughs> a and b and delta function and q a b minus uh, u and u b oh this is simply uh, i equal one n uia uib uh, with uh, it's it's like a uh, inner product so therefore we uh, reduce the expression to this uh, vectors forms equal of course uh, we use technique yes technique uh, third uh, the delta function can be replaced with a uh, Fourier uh, integral representation by use of the exponential. Yes, a, b, dq tilde, <coughs> um, exponential, exponential, 1 half q tilde, a, b, and q, a, b, sorry, small one. Uh, small q a b tilde and q a b minus u a vectors u b vectors in a product okay hmm. how to proceed this co competition hmm. again <laughs> again we introduce a replica symmetry replica symmetry replica asymmetry assumption yes so here uh, we have uh, n times n order parameter matrix so then yes the diagonal part of this matrix okay we take some quantity and non-diagonal part is defined is like this uh <laughs> 行列 Q ってのがあったんですけど、改めて対角成分を LargeQ、そして非対角成分を SmallQ と置くことにします。Of course, forge conjugate.conjugate o the、uh, conjugate, conjugate parameters.this、uh, is the,、uh, integral variables. 積分変数ですけれども、強約な、uh, 秩序変数についても同じようにですね、えよいしょ、よいしょ。こんな風に定義しますと。うん、で、Q 中だ。 ラージ Q チルだと定義します。で、計算しましょう。はい。で、そうしますと、はい、えっ、ー、と、めんどくさいので、えっ、ー、と、これを、おいしょ、星マークって書きますけど、はい、星マークはってわけですね。よいしょ。ね、なん何、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 テ何、ストブ何、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 フ何、何、ックス何、ンスピングラ何、何、s 何、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 a 何、何、 It is easy to answer because a long equation exists. なんでスピングラス理論って役に立つけど教科書があんまりないかっていうと、教科書書くとめっちゃ長いからです。もう手筆書くのも大変って感じですね。添え字も大変だし、光悦も大変だしね、えー、書くの大変なんですよ。<laughs> しかも書く人がそんなにいないと <laughs> いうわけで、えー、書きと怒られております。はい、書きます。product、えー <laughs> Or, uh, for the diagonal part, uh, dq tilde exponential uh, 1 over 2q tilde and q minus ua vector ua vector. Very simple. And non diagonal part, a is not equal to b. <coughs> uh, integral, oops, integrals. 体格成分について今書きました。で、今、非体格成分について書いてます。Change is a variable for the、uh, simplicity.、えー、ちょっと変数変換します。1 over 2のマイナスにします。q tilde and nq minus ua tilde uab、uh, か。p、よいしょ、ベクター。 変数変換して9 c h i l d r をマイナスにしたものにします。どうせ暗転法やるんで、もうここ自由なんですよ。どんな書き方するか。ね、でなんでそうするんですかっていうとこのためですよ。マイナス1 over 2 multiplied by here.、うん、so you find cross stops again <laughs> with one half

and u, a, vectors. はい。これが、ね、ハバストをやった場合の結果でございます。で、こうしますと、えっと、綺麗なね、えっと、式ができまして、えー、めでたしめでたしというわけでございますね。はい。じゃあ、今までのこの結果を、えっと、まとめます。collecting the all the results, integral dq tilde, small dq tilde, exponential, Uh, n プロポーショ t i o n 1 o v e r 2 NQQ tilde and、uh, minus half NN n minus o Q tilde QQ Q tilde, sorry. And、uh, yes, times <c oughs> yes. We performed Hubbard、er、Stratton Beach Transformation Integral DZ and Exponential uh, to, uh, minus half, minus half,、ね–とマイナスハーフ–マイナスハーフ–ねここですマイナス二分の一の Q チルダの UU っていうのがありますね、uh, Q チルダの UU、uh, っていうのがいます uu、uh, で、えっと、まあ、これね、ワー取ってくださいね。A に関してね。よいしょ。はい。A に関して、you, あります。で、えっと、ちょっと開けました。because we have, we have. えーっと、いきなりやりすぎた。<laughs> いきなりやりすぎたね <laughs>、うん。ちゃんと丁寧にやりましょうね。はい。because, Because this term, ah, fast? ah more. <laughs> more. <laughs> first, <coughs> okay, <laughs> please, sorry, one half minus minus plus cross term exist here, yes, so here is can be uh, reduced by like this. Uh, squared minus summation squared. Okay, so here we use sorry about Stratton Beach transformation. So, therefore, remaining term exists for the diagonal part minus half squared u squared ua here and summation a here and minus half q tilde. Yes. So therefore q tilde plus yes small q tilde. Yes. Plus root q tilde z integral ua. Yes. We finished. <laughs> so then we find here u squared and u linear. So in the exponent, exponential minus half squared Gaussian distribution. Yes. あこれでわかりますね。u が二次形式で u が一次係数がありまして、これ平方完成すればガウス積分できる形だぞ。なので、えっと、ガウス積分しちゃうんですよ。で、なんでかっていうと、このね、えっと、今計算してきたエントロピーっていうのは、そもそもは、you find in the entropy terms, entropy terms product of the delta functions and integral over u. ね、ここで見た通り、デルタ関数の積に、えっと、インテグラルしてくださいと言ってますので、はい。デルタ関数の積、今、計算してきました。で、それで、U の積分をしてくださいというわけでございますので、えここのところ、U の積分をしちゃいますというわけです。 はい。インテグラル DU の積分をしてくださいね。ってわけですですそうすると、ガウス積分ですよ。だから、えー、人類ができる形です。You can perform the Gaussian integral easily, straightforwardly.So, and bad, we have to take care of the, this component is、uh, for the replica indices. small n, and with this is a vector, i equal 1 to the capital n.、ね、システムサイズ large n と、えー、レプリカナンバー small n 分、このガウス積分ありますので、nn をするのを忘れないでください。はい。じゃあ、結果いけるかな はい。というわけで、s of q, エンスロピーを計算します。1 over n でログを取って、えー、積分をしなさい。dua で、えー、a と b と n qab の、疲れた。<laughs> u a と u b と、はい、閉じ書こう。やっ で、えっと、計算します。というわけですね。で、そうすると、今の結果で、えっと、ガウス積分すればいいんだねってことが分かりましたので、こういう結論が得られます。ログの、えー、dq チルダスモ small dq チルダエクスポーネンシャル n に比例して、2分の nqq チルダプラス2分の nn-1small qq チルダここまではいいですね。 で、その後だよ。えー、ガウス積分した結果をまず書きましょう。ここはサボらない。はい。ガウス積分しますと、q プラススモール q チルダの 2π の、えー、nm ですと。うん、できましたと。で、よいしょ。インテグラル dz もあるんですが、えっ、ー、と、どうしようかな。どう書こうかな。よいしょ。かける。 えー、同じなんですよね、あの話とね。インテグラル DZ がありまして、エクスポーネンシャルの Q プラス2分のスモール Q プラス QZ2、えー、乗閉じ括弧。で、えっと、NM 乗ですね。NM 乗されてますので、よいしょ。NMQ チルダ Z 辞乗はい、こんな形で書けます。 いや、長い長い。<laughs> 長い長い。で、またですよ。あ、ごめんなさい。またですよ。このこうね。えっと、インテグラル DZ って外にあるのが鬱陶しいので、ここの部分だけ、ちょっとだけまた計算しますね。さっきしくじったんで。<laughs> えー、ここは、 n がめっちゃちっちゃいよってことを忘れないでください。Please、uh, remind the, the fact、uh, n is very small because in the replica method we take the small number limit of the replica number n.n n 極限 ,n が小さい極限をレプリカ法に順じて、まあ、取らなきゃいけないので、まあ、それについて注意しましょうというわけですね。でそうすると integral dz、はい、1プラス nm えー、まじ、あ、めに書くと 2q small q tilde q tilde z2 乗ってなるんですよ。ね、でそうするとこれ z 計算できちゃうんですよ。z の積分計算できちゃうんですよね。えー、ガウス積分で、ガウス積分で、えー、これ。z squared. So we take the Ga Gaussian average, Gaussian distributions,

のっけます29チルダスモールキューチルダ、えー、キューチルダとよっしょこんな感じですでそうすると you イント n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  見えますねええー、安定法ができる形になっておりますはい1オーバー n ログ インテグラル DQ チルダ、スモールインテグラル DQ チルダ、エクスポーネンシャル N の G の、うーんと、さっき G って使っちゃったね。じゃあなんだろう。うんと、F、F じゃない、HQ と置きましょう。で、HQ は何ですかっていうと、まあ、スモール N もくくっちゃうか。スモール N もくくっちゃって、スモール N もくくっちゃって、よいしょ。 nmhq とします。よいしょ。ok Hq is ここにあるやつね。全部持ってきます。2分のほに,ゃほにゃほにゃほにゃってありますよね。で、ここまた同じです。注意してください。ここね。n is very small now.So <laughs> therefore n squared is negligible terms.So instead of that.Oh,、uh、sorry. Here is a minus. Here is a minus. So, minus one and minus n half. so there are plus n half comes here. えっと、これで、えっと、one half q q tilde. plus q q tilde って出てきます。次、これ。<laughs> uh, so we consider this this is uh n power of the n power to the n n. So therefore we pushed up the uh exponential so then the uh, result should be the one half logarithm to pi q plus small q plus small q children sorry and the result of this quantity yes so the result one half q tilde uh, q -tilde plus small q tilde. Okay, finish. This is the entropy term. So then we consider a saddle point equation, saddle point method, because n goes to infinity. Mm. We take the goes the uh, infinity limit. Isho, isho, isho. Because we, we want to obtain the asymptotic behavior, asymptotic distribution function of eigenvalues of this random matrix. So, okay, let us take the uh, point. Eto, saddle point. issue. point. Saddle point to the point uh, for entropy terms for entropy okay <laughs> so take derivative with respect to the q tilde now so then half q uh, minus half q plus small q yes and uh, minus one half q tilde small q tilde squared uh, q tilde equal zeros. Hmm. Thus, q equal uh, 1 over q plus large q plus q tilde over a uh, squared these quantities. Yes, finished. <sighs> and take derivative with respect to the small q, uh, 1 half small q minus, uh, yes, here, uh, minus uh, q plus small q 1 over 1 over half q plus small q, yes, and take derivative of this quantity q tilde. So therefore q plus q plus 1 over q plus q plus half again plus. So therefore this contribution will vanish. But if we take derivative with respect to the q tilde uh, in the denominator, so then uh, we obtain uh, half minus q plus small q tilde squared q equal zero. So therefore, thus q equal q tilde small q tilde q tilde squared. Yes. These are saddle the, uh, point equations for the Q and the small Q. We obtain okay. <laughs> so this is the result of saddle point for the entropy. Okay. On the other hand, we have uh, energy term. It's like uh, energy terms. Of course, uh, we take the derivative with respect to the Q, to the uh, small Q and large Q uh for the and energy terms. Yes the remaining task is <laughs> that of uh, power power of the g to the n becomes q integration exponential n g q uh plus NSQ. S Q we have already obtained G Q is it was I forgot everything minus lambda half uh, integrations diagonal part Q A A and plus one fourth A B summation Q A B squared. That means if we take the uh, replica symmetric solution, so then the diagonal part is capital N <laughs> capital Q plus <clears throat> diagonal part of this squared term is small N Q and one fourth and N minus one Q squared, small Q squared. Yes. <laughs> okay. <laughs> saddle point. Saddle point. Saddle point for energy. 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 Okay. Take derivative with respect to the large Q. Then we obtain minus lambda half, and uh, plus <coughs> one fourth. Sorry, one half large q hmm. and plus half q tilde from comes from the entropy because here entropy has one half q q tilde plus small q q tilde q q tilde so and some remaining terms with respect to the、uh, q tilde and capital q tilde. えっと、small q tilde と large q tilde はこのエントロピーの項にあります。で、ここの残ったところはあの q tilde, small q tilde に依存しているので、もう関係ないです。なんで、ガスと微分取るのは large q について、small q についてですからね。で、微分してみます。で、そうすると、ここで得られるのはイコールゼロで、えっ、ー、と、簡単ですけれども、q tilde は っていう式が出ます。えー、9- ラムダ引くかなラムダ引く、ラムダ引く9ですオッ OK。で、スモール l q ルダについて、あ、スモール l q について微分を取ると、マイナス -2 分の1 q ですね。あの、もちろん同じです。あの、ここですね。ここは、マイナス -n になります。 ああ、い、uh, uh, because あ、uh,、we consider the、uh, small n, small number n, so therefore n squared is negligible. So therefore this is contribute minus n.n のめっちゃちっちゃいので n 二乗は消えます。一字の項だけが出てきます。入れました。で、そんで微分するとマイナス二分の一九ですね。で、プラス、プラス、よいしょ、プラス二分の一、はい、二分の一 それはどこから来たのここね。99チルだからね。99、はい、チルダイコールゼロです。できた。スモール Q チルダイコール9でございます。はい。というわけで、えー、全部、collecting all the result we obtain l a ラージ Q マイナスモール Q イコール、ラムダマイナス Q マイナス Q1、&Q, Q ンドイコール、 ラムダマイナスラージ Q、スモール Q、スモール Q、スクエアド。こんな結果を得ることができました。で、ここですごい面白い式が出てきまして、えっと、Q イコール Q で何か比例係数があります。<laughs> This is a very impressive equality.Q、uh, イコールサムコーフィシエント &Q。 So, therefore, q イコー0 or q なっイコー2ゼロ。解として、えっと、q が0の場合と q が0じゃない場合がありますけれども、えっと、実はですね、えっと、q が0これが、えー、必要です。必要つがうか、こっちの答えが、えっと、意味がある。ノントリビアルです。よいしょ。 で、これがレポート問題2です。レポートプロブレム2。SK モデルの数値計算がレポート問題1でしたけども、これがレポート問題2です。えー、なんでかっていうと、ホワイトです。これです。Q イコール0が、えっと、まあ、ノントリビアルな解として採用します。q ノットイコール0っていう解はトリビアルで、えっと、使いません。 Why? So please explain uh, why uh, do we take this solution Q equals zero? So please explain explain why do we take this solution Q equal to zero? Because Q is not equal to zero is very trivial. So please confirm this fact. はい。えー、と実際にこれね、代入したりとかいろいろ考えるとすぐわかります。9が0の場合じゃないと意味がないな。9がノットゼロだったら、まあよくわかんない答えになるなっていうのがわかりますので、まあそれについて論述してください。で、えっ、ー、と、9が0っていうのを採用いたしますとですね、えっ、ー、と、こんな答えが出てきます。よいしょ。えー、ちょうどこれを見ると、 えっと、9-9と9-9の2、えっと、次方程式を得ることができますので、9-9、えー、の、えー、答えは、これは綺麗です。2分のラムダプラスマイナス2次方程式の解です。ラムダ2乗マイナス4です。よいしょ。ね、で、えっと、今は9イコール0でございますので、これは気にしなくて良いですよ。ラージ9は、 Uh, we find if you insert this q equals zero solution to this uh, equality, so then we obtain the capital Q equal half lambda plus square root lambda squared minus four. Yes. So okay. That's perfect. the purpose was, what was our purpose purpose our was was 私たちの目標は何でしたっけちょっと思い出しましょうか、えー。これでとりあえず午後の前半終わるんですけれども、結構時間使いましたね。一緒 Why do we perform a replica method? Because for the competition of the、uh, power of the partition function to the end, because, yes, here. A distribution function of the eigenvalues is minus 2 over pi derivative of lambda a derivative of the logarithm of the patch function with respect to the lambda but log z yes log z and we take the imaginary part <laughs> okay let us take the derivative with respect to lambda, log z, okay, minus beta f free energy, yes. Free energy is yes, yes, yes. Come on, free energy is here. Yes, here, <coughs> here. And z q blah 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 blah. <coughs> so lambda is only exists here. Lambda only exists here. Okay, let us take derivative of lambda. So then the result minus half q. So therefore, the result law of lambda is minus two over pi. Uh, derivative of the uh, Logarithm of the partition function imaginary part log z. Yes? So then the result minus 2 over pi derivative of the logarithm partition function with respect to lambda gives minus half q. So therefore you find. Minus 2, minus 2, yes. Very simple. 1 over pi, imaginary part of Q. So Q states that distribution function, distribution function of the eigenvalues of the random matrix. Okay, what was Q? Yes, here. 1 over 2 lambda plus minus square root lambda and minus 4 imaginary part yes here oh. lambda if the lambda the uh, amplitude over a uh, magnitude of lambda is smaller than two so then this quantity has the imaginary part so therefore yes this is a result this is a result pi O minus lambda squared yes <clears throat> 1 over 2 yes 1 over 2 therefore 1 over 2 pi yes this is the result semi semicircle. semi -circle. ロ <laughs> ー、of Wigner。ね、Wigner の半円速っていうのが Q の答えから出てきました。で、この Q が得られる虚数部分を持つのはっていうと、マイナス2からえっとラムダが2より小さい場合ですね。 in the case with uh, lambda is greater than minus 2 and uh, less than the minus 2 so then we obtain the imaginary part of the cube so then we elucidate the distribution function non-trivial distribution function of the semicircle's law we know as semicircle law こんな感じで半円則を得ることができます。分配関数から。で、しかも秩序パラメータのラージ Q っていうのが、まあその分布関数を担ってるんですねっていうところでは、まあ、なんでしょう。つまらないものと思いつつも、意外な、意外に重要なんだなっていう感じがいたしますね。えっと、ラージ Q ってちなみに何だったのかっていうと、ラージ Q ってあれですよ。秩序変数のこれですよ。対角成分なんですよね。 体格成分ね。Q 日 a s the、uh, order parameter of the、uh, spin class order parameter o diagonal part. それがディストリビューションファンクションを表すんですよ。なんだね、なんでなんでしょうね。結構不思議ですよね。ね、だから Q って何よって、そもうちょっと思うと、もうちょっと思うと、これから来てるんですよね。これからね。Q の体格成分はこれから。だから、なんつうの、U の大きさなんですよ。 U の大きさから、えー、なんだ分布関数が決まっているんですねということで、U という artificial spin variable、uh,。We defined artificial spin variables as U.So then the、uh, large Q, order parameter of the large Q, is compute some、uh, magnitude or lengths of the spin variable vectors so therefore in somehow uh, the physical um, system of this, this artificial physical system represents or imitates uh, distribution function of the eigenvalues まあなので、その意味ではこの人工的なスピンシステムっていうのも、まあ確率分布関数のね、ロムラムダを何がしかの形でですね、真似しているというか、まあ表現しているものなのかなというのが、なんとなく、まあ、 気持ちとしてありますけれども、まあ、それ以上のことはまだここではよくわかりませんね。はい。じゃあ、とりあえず長かったけれども、えっと、分配関数の計算方法を通してですね、えー、なんだ、ランダム行列の分布関数ね、計算することができました。というわけで、えっと、一旦休憩いたしましょう。えっと、今、4時15分でございますので、まあ、通例通り15分ほど休みを取りますと、四、えー、4時半からでございますね。 4時半から、えっ、ー、と、次のやつをスタートしたいと思いますので、えー、お集まりください。まあ、最後のね、やつは、えっ、ー、と、最後の、 えー、この午後の後半のコマは、マルチェンコパスツール速について、えー、とお話ししたいと思います。まあ、そんな長くないかな。<laughs> 結構ハードの計算残ってんな <laughs>、まあ。ま、次はあのマルチェンコパスツール速をやりたいと思います。はい。とりあえず一旦休憩いたしましょう。えー、4時半からでございますので、えー、またお集まりください、えー。一旦じゃあ止めますね。えー、と、どうすればいいかっいうと、 マイクを切り、えー、私が消えるということをすればいいですね。はい <彼>様 <laughs> よし。じゃあ、午後後半行ってみたいと思います。えー、今、オープニングムービーを流したのはただ見せたかったかなというだけでございます。あー、大変だよね。受ける方もだけど、やる方もいたけど、みんなご苦労様でございます。よしあ。あのオープニングムービーは何なのかっていうとね、あのー、まんまですけど、ゼルダの伝説です。<laughs> 好きなんで <laughs>、やっちゃいましたけど。はい。えっ、ー、と、午後の前半ではですね、えー、何をやっていたかっちゅうと、あれですね、えー、ウィグナーの半円則。ねあの、半円則って言ってますけれども、えっ、ー、と、まだ、これ、分布として書いてないか。あれですね。よいしょ。これ、実際に、あの、書いてみると、まあ、見たまんま、 とはいえ、グラフで書かないと分かんないですかねよいしょ。こんな形よ。マイナス2からプラス2までで、ちょうどこれ 4- ラムダ2乗ですから、あれですよね。えっと、半径2の円の、よいしょ。奇跡を描きます。ね。で、この中がああちょうど、 分布ですすよという結果になっておりますでこんなのがねあの、まあ、はっきり言ったら関係ないスピングラスの理論から出,てる出せるっていうのは結構驚きだしで計算方法もですね まあ,あの全く一緒なんですよね、スピングラスの計算方法と。なので、実はランダム強烈の、まあ、その数学的な構造と、まあ、スピングラスの統計力学の構造が関係しているんじゃないかなっていうことで、まあ実はこれも研究がまだオンゴーイングな感じでございます。Uh, we t a l k some topics on the ランダムマトリス and、uh, by use of the Repluga method. On the uh, statistical mechanics uh, to analyze the distribution function of the eigenvalues. Mm -hmm. So, therefore, uh, uh, it is natural to expect the existence of some relationship between the random matrix and the spin glass on the statistical mechanics on spin glass. Mm -hmm. So, therefore, the research on the, this uh, relationship is now ongoing. そう。なのでね、そういう意味でも、あの、スピングラス理論っていうのはね、まだまだ色褪せない分野なんだと思いますね。はい。で、今、裏ではちょっとノートを作るためのねあの空、空白ノートを今作ってます。よいしょよしょ OK。<laughs> おっしゃ、後半いくぞ。<laughs> 後半いくぞ。で、えー、後半は何をやるかっていうと。えっ、ー、と、今の計算方法をもう一度やるです。<laughs> uh, the next topic is、uh, again and again、uh,。we perform the same calculation、uh,。of course for training and for understanding making。you yourselves understood。the study of me and the s p i n g g a s s But uh, of course, uh, I will teach you the new thing uh, of the statistical, uh, analysis of the statistical mechanics. So, so next topic is <clears throat> uh, Marchenko-Pastur Marchenko law. <clears throat> Marchenko マルチェンコパスツール則っていうのがありまして、まあ要するにですね、違う あーランダム行列を持ってきて、そのランダム行列の固有値分布っていうのが、このマルチェンコパスツール則に従いますよということを、まあ、紹介したいんですよ。で、計算方法は全く一緒です。全く一緒です。だからもうレポート問題にしてもいいや、みたいな話なんですけど、えー、そういうのは僕大嫌いなので、<laughs> 教えてないことをやるんじゃねえよっていうのが僕大嫌いなんで、えっ、ー、と、あれなんですね、ちゃんとやろうと思うんですけれども、本当に似たような計算ですから、えー、同じところはね、のはしょりながらです。 ですけど、ただ一つすごい計算方法として、えー、覚えておいてほしいもしくは、えー、と考えてほしいことがありまして、えー、その紹介をしたいと思います。<laughs> From now on, I will、uh, give a Marchenko Pass 2 load and、uh, basically the following to the、uh, following the same calculation, same analysis basically is essentially the same. So, but、uh, we do not、uh, omit

is a uh, uh, rectangular matrix yes the length is vertical length and the horizontal length is different so m by n so rectangular matrix so and uh, the, each element is uh, follows the distribution function px mu i so this is a definition one over two pi m n squared exponential uh, minus half and uh, mu i j yes mu i j yes so bad the matrix a i j is given by 1 over n summation uh, x mu i and x mu j hmm. that means こんな風に、えっと、行列 A っていうのを X から、まあ、定義用意します。でまあ、それは行列フォームで書くと X 点値と X をかけたもの。 ですね。情報行列を2つをかけたもので、A というものを作っております。で、これはね、実はね、データサイエンスとか機械学習の文脈ではよく出てくる、つか、いつも出てくる量ですので、まあ、そういう特徴的な量に関する、えー、まあ、お話なんだよっていうことを、えっと、一応言っておきます。で、僕らが興味を持っているのは、Now let us focus on the eigenvalues of the N,、uh, A, sorry, A, and distribution fraction. of eigenvalues 行列 A の固有値、その固有値分布っていうものに興味を持つというわけです。で、えっと固有値分布って何でしたっけというわけですけれどもね。Let us remember、uh, the distribution function of the eigenvalues: one over summation i equal one to the n and delta function lambda minus lambda i.

で、えっと、こいつはですね、えっと、デルタ関数は、分数関数になりますよ。で、分数関数だから、えー、まあ、逆数、固有値の逆数になっています。で、えー、微分ですね。微分を取ると、微分を取ると、なんともなんとも、<laughs> ログの微分を取ると、その逆べきになりますので、えー、よいしょ。 こんな関係式を作ることができました。<laughs> n 分の1、ログの z なんだけど、デタミナント、えー、ラムダ in-a、閉じ括弧、a。 So instead of the direct manipulation of the delta function, we find some relationship delta function with the relational function and take derivative of the logarithm with respect to the lambda, some lambda. Uh, so then we find the rational function. So then we、uh, relate this expression with the original definition of the distribution function of eigen functions.、Mm hmm. で、こういう値分布と、まあ、この関係式をね、えっと、特徴づけることができましたというわけですね。で、デタミナントってどっから出てきたのよってわけですけれども、これは resultant, result、まあえー、of Gaussian integration ですよね。 えー、ガオス s s 分をすると、この、えー、タームが出てきますと。デタミナント、ね。出てきますので、えー、その意味でこれを分配関数だと思いねえと、思ってくださいよというわけですね。なので、じゃあ、Z ラムダというのをわざわざ定義します。Now we define some artificial system. Of course, the random matrix is not related to the spins. <laughs> なので、えっと、スピン変数なんてありもしねえ世の中なんですけれども、えー、ランダム行列の固有値分布を求めるためにですね、私たちはあえて、えー、人工的なこのスピンシステムっていうのを用意しようと思ってるわけですよね。ラムダ IN- 行列 AU。だからこれね、ある意味公式なんですよ。 公式なのでランダム行列が出てきたらもうこれを考えるぜっていう意味なんですよね。そう思うとこれからランダム行列っていうのはスピン系に見えてくるんじゃないかなと思います。From now on, if you have a random matrix, so you then are fear existence of the physical artificial physical spin systems like this.So if you find some determinant, okay, let us compute the partition function.Yes. <laughs> というわけで、ね、これからデタミナントが出てきたらね、あの、分配関数計算するぞって思った方がいいと思いますよ。えー、もうね、そう考えると、えっと、物性物理で至るところもそうだし、基礎物理学でもね、ソリオシ論とかでもね、ランダム行列は出てくるわ、デタミナントは出てくるわ、いくらでも出てきますので、えー、スピングラス理論、実は指きたすいろんなところにありますねっていう話なんです。はい。 で、えっと、こういうふうに考えると、えー、この log determinant is equal to minus two logarithm of zλ ですね。えー、zλ、ね、とこれ、ログ取ってみるとわかりますけれども、えー、対応してますと。 マイナス二倍してくださいねっていうのはありますけれどもね。なので、それの範囲平均を取りなさいって言ってますから、オッケーレプリカメソッドですねっていう話が今日のお話でした。So, this is a review for a computation of the eigenvalues distribution function.So, by use of the replica method, because this term is related to the logarithm of the partition function. Okay, ja, after this, let us compute the uh, partition function, power of the partition function to the n, and with uh, average over a. This. <coughs> Following the definition of the replica method, uh, product of the uh, spin variables and uh, exponential minus half summation a. Okay, the first one lambda identity matrix and u squared. Okay, here is lambda <laughs> minus lambda and squared uh, a spins like this. So inner product of the vectors here and exponential one half and summation over a because we use the replica method, so then the u a vector transpose a u a vector is similarly again, and we take the average over a here. So this is a this is a, a strategy for the calculation of the distribution function of eigenvalues of a. So instead of that, instead of direct manipulation, we uh, compute the partition function, uh, power of the partition function to the n. <clears throat> okay, here a we go to average of a. Yes, a here. So there's some kind of the exponential function, and a is. A is x transpose and x.、うん、x is for, x for all the Gaussian distributions. そう、A に関して平均取りなさいって言って指数関数だから簡単かなと思うんですよ。だけど A は x.x ってなんかよくわかんない絡み方していて、で、x はガウス分布なんだけど、A はって言われると、 うーんっていう感じになりますよね。そう、そんな簡単じゃないんですよ。なので、えっと、ここでちょっと戦略を練らなきゃいけないんですね。A は x.x でちょっと難しいんちゃうのというわけです。なので、えっと、こういうふうにちょっと考えてみましょう。はい。あ、uh, o、so、do you know the、uh, central limit c e 皆さんは中心極限定理ってご存知ですか <laughs> それに似た、えー、定理を使います。セントラルリミット m i t これがね重要なんですよ。クエスチョンとしておきます。<laughs> はい。Here we have、uh, this quantity: UA transpose AUA. Yes. So, Benton A is X t e s X. So, therefore, <c oughs> So therefore, ah, sorry, 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 slightly, uh, slightly, uh, slightly, I have to change x times x over n. Sorry, the definition is here. <coughs> over n. Yes, so here, <coughs> x times, x transpose x over n. So therefore, 1 over n. So if we uh, explicitly write down this quantity, mu i and j, x mu i uh, u i a, and x mu j u j a. So this is an uh, ex uh, explicit, ex explicit uh, uh, expression uh, of UAU. Yes. <laughs> so you find very similar expression here x mu i u i a and j x mu j u j a. ここでね、似たエクスプレッション、まあ当たり前ですけど、似た表記を見つけますよね。xu,xu っていうま塊があって、えー、それぞれ和を取りなさいという格好になっています。なので、えっと、こういう量を定義します。まあよくわかんないので、まあごちゃごちゃするのも嫌だし、まとめます。yμa というものを定義します。Now, let us define、um Uh, some new quantity, y mu a, uh, is defined as 1 over square root of n and x mu i and u i a, summation over i equal 1 to the n. It's like this. So then this quantity is uh, simply the summation over mu, uh, y mu a and y mu b. <coughs> Sorry, mu a. Yes, squared y Very y I'm mu 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 a. a. a てななふふううううににえっととととここんででですすす。ね、のの二乗といい形形かかけける。るるしかも和をを取量定義するとかけますはい。で、さあどうしようか。ここで新しいことを教えます。Uh, I will、uh, tell you a new things to manipulate the following calculations.So you find here x mu i is random variables random variables yes so this quantity y mu i y mu a is a correction of the random variables summation of the random variables so you know There is some good tools for analysis of the summation of the random variables. Please remember that. So, central limit theorem. あのこういうふうに乱数、確率変数列がいっぱいあって、それの和が取られてるんですよ。 和が取られているときには、中心極限定理が成り立つ場合があるっていうのを聞いたことありますか覚えてますかもしくは知らないですか <laughs> あるかもしれないです。But, this, in this case, xμi is not simple summation. So, instead of that, with a coefficient uia. あのただの単純和じゃないんですよね、えー。中心極限定理って教科書に書いてあるやつは、あ単純な和をとって、えーと、そいつに関する法則っていうふうになってるんですけれども、ちょっとそれとは、まあ、形が違っていて、係数 UIA っていうのがありますと。なので、ちょっと不安になります。けれども、とりあえずメモしておきましょう。ステップアップ、えー、セントラル、セントラルリミット、あセオレ 中心極限定理です。Identically independent distributions and average mean, mu, and variance, variance sigma squared, no random variables があるとします。 まあかんえっと、確率変数列があります。xy1 から x、例えば small n。こういうのがありまして、えー、その時に、えー、こんなものを考えます。Now, let us consider some、uh, average of these quantities、uh, is follows.Follows.Follows. <laughs>、えー ガオシアンディストリビューションガオシアンディストリビューション、えー、ウィズ平均は mean mu and バリアンス分散がちょっくら変わって sigma 人長のオーバーエンド中心極限定理というものがありました えもしもえっと確率変数列 x1 から xn っていうのがあってそいつは平均分散が μ とシグマ2乗だったとしますそうした時に n 分の1して和を取ったものは再び、えー、そう読む量は新しい平均 μ そして分散が n 分のシグマ2乗になりますよっていうのが中心極限定理でしたで <laughs> very similar to this case so now we consider the summation of the random variables x mu i yes i so the summation taken over the over i equal 1 to the n but with coefficient u i a slightly different of this situation so expect now we expect Y mu a is also taking take average called zero because x average so x uh, follows a uh, uh, Gaussian distribution without mean with zero mean and unit variance so therefore if you Compute variance of y mu a and y mu b. So it's like uh, one over n uh, u i a u i b because uh, a covariance of the x variance of the x is unit. So therefore, here is the result. So you find this quantity u i a u i b i call one to the end and one over n here is order parameters again you find so <clears throat> these so random variables here so random variables so uh, this is average and this is a covariance so y mu a is also for ガウシアン・ i a n distribution with mean 0 and variance qab. This is expectation. Natural expectation. Some kind of the generalization of the central limit theorem. But,、um, is it real? <laughs> is it true? <too? laughs> わかんないですよね。正しいかどうかね。なので、証明します。 証明しないとこれ信じられないのでえっと証明します。はい、何べん、ね、説明してもですね、絶対これは証明しないとダメだって分かってますので証明します。<laughs> Let us prove this fact.YmuA This fact. So y mu a is a collection of the random variable with coefficient. i s also、uh, also follows Gaussian distribution with mean zero. and with variance QAB、uh, let us prove this fact from now ここからえっとその事実を証明していきたいと思いますでそうすれば信じてくれるのでその計算方法を今後使うことができます ok let us consider the y mu a equal an distribution function of this quantity ok so there are uh, y mu a has random variables d mu x, mi, x mu uh, x mu i and uh, i call one to the n from minus infinity plus infinity so and this quantity follows uh, minus one half uh, x mu i squared uh, i equal 1 to the n. So this is a distribution function of x. And x is related to the y. So for the all realization of the replica index, y mu a is the same as 1 square root, 1 over square root, I call one n x mu i u i a like this. Hmm. So then you find delta function here as usual. <laughs> so therefore we use technique uh two. Okay. Uh, we change the expression. No, sorry. Three. Now we change the expression of the delta function into the exponential quantities by use of the Fourier integral、uh, representation. ね、f o u r 積分表示を使って、デルタ関数を指数関数にしましょうと。で、なんでですかって言ったら、僕らは、えっと、人類なので、えっと、指数関数じゃないと計算できませんっていうわけですね。マイナス無限大からプラス無限大で、えー、d y ミュー l ルダ っていうものを用意して、積分表示をします、えー。x についての積分はまとめておきます。xponential minus 1 half 2 i equal it, 1 I equal one. x mu i squared and plus here we use イマジナリーユニット。フォーリエルプレゼンテーション。フォーリエインテグラルプレゼンテーション。And A イコール 1N y mu a tilde and y mu a minus 1 over square root and,、uh, I イコール 1N x mu i u i a よし <laughs> はい、ここでは 数使います <laughs> なんでやねんって感じですけれども、後々の綺麗さのためです。で、y チルダっていう積分変数を用意して、フーリエ積分表示をしました。で、y はルート、スクエアルート分のホニ、えー、ゃホニゃですよっていうやつをフーリエ積分表示しました。で、何をするのっつったら、ガウス積分しか私たちできませんので、これです。x に関する虹次の項と、 一次の項があります。you find the square term, quadratic term of x and the linear term x.okay, you can perform the Gaussian integration. なので、えっと、ガウス積分ができます。z っていう状況でございますね。okay, i s in the exponent. Uh, we consider the completion of the square. あのなので、平方完成してくださいねってわけですよね。えー、なので、中学生でもできちゃうんですよ。えー、式の書き写しとかね、ミスがなければですけれども、えー、中学3年生ができることなんですからね。はい、皆さんきっとできるはずです。はい、という、えー、暗示をかけております。はい。で、えっと、実際にやってみますと、square root の y u チルダーの a と、 xμi が一時くくって uia のスクエアルートマイナス、えー、1 over 2n <laughs> i イコール1から n で、えー、2乗 a イコール1から nyμa、えー、の yμa の yμa の t i l uia の2乗スクエアルート プラス、ザリメイニングターム、アイ、ザミッション a y ミュエ a y ミュエ a チルダ、アソーリーズインダックス、インダックスイズローバー。ワイミュエ a y ミュエイ、イエス。あ、this is a complication of the square <laughs>。平方完成、ただしただけですね。えー、ここの二次の項と、ここの一次の項で、くくってあげて、スクエアルート分の、あ、ワチルダが。 バラ、えー、しますそうすると、えー、マイナスがつくのは虚数だからです今回ね虚数だからですねよいしょ虚数 <laughs> で、えー、できまして孤立は何も関係ないこいつですねができますじゃあガウス積分しますよガウス積分しますとえっと y については残っていましてはい Y については残っていて、x について積分をしましたよ。で、そうすると、マイナス 1⁄2、a と b について2次の項が、これね、a と b の、a の和についての2次がありますので、a と b についての和になります。で、y チルダ、y チルダ、u が2個ついて、サメーションです。それをよく見ると、yμ、a チルダ、and1 オーバー n I equal one to the n and uh, u i a u i b y mu b tilde <coughs> plus i a equal one n y mu i y mu uh y mu a I mean. y mu a y mu a tilde. <coughs> yes, you find the resulting functions so you find yes obviously here yes all the parameters exist qab here okay okay approaching the final result okay let us perform uh, gaussian integration for the y tilda y tilda is a, a quadratic form so y tilde, y tilde, and with the covariance matrix Q a b and with the linear term y tilde. So therefore, result is exponential uh, minus one over two and a and b y mu a Q inverse a b <coughs> y mu b yes so this is the result Y mu a is also follows also follows Gaussian distribution without mean so mean zero and covariance covariance that means y mu a y mu B is, qab that means small qab so large q here is a matrix sorry its element a b is q a b yes we prove pre-proof this fact so that means instead of the x we may use y as a random variables ここで、X の、言ってることは、X の代わりに Y を確率変数として扱って、Y はガオス分布に従ってますよ。0と QAB という分、なんだ、えっと、分散を持ってっていうふうに読み替えられます。で、なんでそんなことやるのって言うと、なんでそんなことやるのって言うと、えー、っと、こっちの方がいいですね。こっちの方がいいですね。 えー、と分配関数を計算するためには、まあ、U はいいんですけれども、ここですね。A についての平均を取らなきゃいけなくてで、その A についての平均というのは、X とか U とかが複雑に絡んでるわけ。で、そしたら、えっと、X と U をまとめてみちゃった方がいいんじゃねえのって思ったわけね。二つ考えるより一つにしたい。で、そしたら、U よくわかんなくねとか思ったんですけれども、<laughs> X がランダムバリアブルなら、Y もランダムバリアブルでしょ x が確率変数なら y も確率変数でしょ。ということは x が分布に従うように y も何かの分布に従うはず、それがめっちゃ簡単なやつだったら嬉しいなぁと思ったら超簡単、ガウス分布に従うっていうことが分かったってわけです。Mm hmm. So now, for the computation of the partition fraction, we have to consider the two variables x and u. So and we have to take care of the average of the x. So x is random variables. Mm -hmm. So but if you consider some correction uh, of the x and the u, so we have uh, some compact form of this function. Mm -hmm. So then, mm -hmm. uh, then you find uh, y mu a. X mu i is random variables, so Y mu i, Y mu a is also random variables. So X mu i follows the Gaussian distribution. Then Y, what distribution Y follows? So the result, the answer is the Gaussian distribution. Simply mean zero and covariance Q a b because we have proof. <laughs> yes, why also simply the uh, Gaussian distribution follows Gaussian distribution without any mean and with uh, uh, some covariance? So, covariance is characterized by the order parameter of the systems. Okay, very simple. So, therefore, if we, we use uh, this fact, so then a very easy way to compute we find so for example this is equivalence equivalence theorem equivalence theorem so we want to compute root 1 over square root n and uh, yes X mu i u i a i call one n. So in general, we want to compute this quantity. Yes, it's like a partial function. So and average over uh, all realization of x, and x is also follows uh, Gaussian distributions. Instead of that, we may consider y mu a, y mu. Yes, because Y mu is follows Gaussian distribution, Gaussian distribution, and this Gaussian distribution comes from the distribution function of X. So therefore, instead of X, we may use Y. ここにあるような X に関係する平均を取った量を計算したいというのが私たちの目的だったんですけれどもめんどくさそうってわけですよね。で、そしたら X の平均を取る代わりに Y っていうものが確率分布に従うよ。で、その確率分布は X から決まってるから、もう要するに X のことなんですよ。で、X を動かす代わりに Y を動かしていいよと。 で、その時にはガウス分布に従ってるよって分かったんだから、こうしちゃえばよくないってわけです。よいしょ。ね。F は同じもの。だけど、Y というものを直接動かす。Y を直接動かす。X を動かしてなんか U のこと考えてなんてやってらんなくって、とにかく Y について考えましょうというわけです。で、このイケエブランスセオレムを使いますと、等価定理。ね。 これ、等価定理って日本語で言いますけどもね、キューバレンスセオレムっていうのを使いますと、えー、ね、モダンな統計力学もできますし、これは知ってる人はね、ゾクッとするかもしれないし、えー、私たちに関してはこれです。分配関数の z の n 乗を計算するというのはどういうことかねということがこれでわかると思いますが、えー、そもそもは、えー、インテグラルしてください。dua のねっていう話でした。ね、 等価定理を使いますと、えっ、ー、と、インテグラル dyμ、えー、pyμ で、えっと、平均してください。何をつうと、エクスポーネンシャルの、本当はここに u,a,u ってあったんですけれども、それはなんと、 yμA の2乗でいいよと。で、しかもそれは y の平均をしちゃってください。ガウス平均ね、してくださいってたんです。これもスクエアードだし、ガウス分布もスクエアードだからもう平方完成したい放題ですよね。いくらでもできます。超簡単ってわけです。で、えっと、今回は、えっと、ちょっともうちょっと余りもありまして、マイナス2分のラムダ。要するにこれ、外場ですよ、外場。 で、えー、a についての和をとって、えー、ua のスクエアード、ua のスクエアードってありましたね。はい。これは、さっきものじですけれども、わざわざ n 分の1って書いて n 倍して、OK。Find.We find all the parameters here.Yes.、ね、こんな感じでしたね。 Then uh, we define the order parameters of the submission of uh, uh, uAI Uia sorry and uh, takes uh, 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 <laughs> division take division or by n so therefore we have to uh, uh, insert unit to insert by the Delta function a b Delta n q a b minus u a transpose u b tr u b vectors yes we take the average and uh, we take this integrals so you find yes again and again here here uh, you find entropy entropy again it's like uh, Ising model it's like uh, SK model so always you find uh, entropy terms counting the number of states characterized by the order parameters ね何回何回もやってますけども、イージングモデルの時も SK モデルの時も出てきましたけど、エントロピーの形でやっぱ書けるんですよ。で、しかもデルタ関数でカウントするだけだから、もう秩序変数で特徴付けられたカウントを状態数をカウントするって意味がいつも一緒なのいつも一緒なっていうことは問題が変わったらこれの結果はちょっと変わる時もあるけども、基本的にはもう何個も何個も計算したことのある人は、このパターンはあれ、このパターンはあれ、このパターンはあれ、全部知ってます。答えのシートがあります。だから論文 書くのはそれからコピーペーストするだけです超簡単なんですよ <laughs> so if you want to write the paper uh, by use of the replica method or spin glass theory, so then please copy, please take and copy and paste because entropy term is essentially the same, always the same. So therefore, uh, if you uh, perform various type of the models, I think models or some kind of the Gaussian models or something like that, so then we have. Some list of the result of the entropy. So then, if you have, if you want to have uh, some papers, so then the please take copy and paste. Okay, please insert some def some in definition of the model, uh, problem settings, and we modify the energy function. Okay, that's all. <laughs> this is the business model. はい、えー、何パターンかエントロピーがありますけれども全部同じなので式の格好は一緒なのでもうそれについての書き方に関してコピーしとくんですよリストのび書いといてコピーペーストするだけで論文書けるんですよ問題設定が変わります、えー、エナジーファンクションが変わりますでそこだけちゃんと真剣に考えて新しいことさえ思いつけば、えー、論文が書けます で、面白いのは SK モデルとかスピングラスモデルじゃなくてランダム行列だったりとか機械学習だったり情報通信の問題だったり別の問題だったりするから面白いんですよ。この情報統計物理って。統計物理が情報の世界に限らずどこでもいいんですよ。世界のどっかに飛び出したっていう事実が面白いんですよ。で、しかもやり方いつも一緒だから物理やってる人にからしたらさ、すげえ嬉しくない物理なんで君たちやったの かっこいいからでしょ。面白いからでしょなんでかっこいいと思ったの世界のなんかいろんなことが一つの方程式で解けると思ったからでしょ ?One equation, if you solve、uh, one equation, so then you find、uh, whole over world. the w o l e things of a world.That's the some interest point, interesting point of the physics, I think.So therefore you、uh, measure in the physics, I think so. ね、そういう理由でしょなのでこの計算方法ってまさに物理なんですよ。いつも同じ。普遍的。だから俺はやる。これ。面白いと思って。できっと違う問題の時には、まあ、違うパターンもあるし何か違う問題をやると、えー、もうちょっと普遍的であるとかもうちょっと見方が変わるとか、まあ、新しい対称性が見つかったりとかするから、まあ、やっぱ物理だよねっていう感じがしてきます。 Okay, so here, uh, here, uh, 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 here is energy terms again, energy terms, yes, here. Of course, this is a r t i f i c i a l system, so we, we do not have any temperature, but you may a v e some relaxation of this system with temperature. あのもちろん、この向けは温度ないですけれども、あの温度がある、なんかリラックスした、ちょっと緩和した、 スライドモディフィケーションした、ちょっと変えた問題考えても面白いかもしんないですよね。えー、ランダム行列の何温度拡張ってなんだねって感じですよね。わかんないよ。将来役に立つかもしんないよ。なんか将来それが当たり前になるかもしんないよ。OK、じゃあ将来量子拡張とかしてみようか。面白そうでしょう。ランダム行列、行列でしょ。 if you consider the case with quantum mechanics in the quantum mechanics we naturally uses some matrices for example the power matrices so then if you add some quantum fluctuation on these systems so then the system is a uh, uh, brand new system so uh, we do not we, we have not ever been to the uh, seen the, uh, some kind of systems so, but uh, you may consider the generalization of the quantumness quantum fluctuation on the random matrix 分かんないですよ。何が面白いか。だけど、量子系とか考えたっていいですよね。えー、よく分かんないけど、パウリ行列で量子系あるでしょ。でそれで、量子揺らぎをこの行列の順位にひょってあげたら、なんか変なこと起こるかもしれないじゃないですか。で、それが今は何の役に立つんだか知んないけど、つっても、それを考えた人が一番最初だったら偉いんですよ。で、そういう研究をやっといたら、まあ、後で役に立つかもしれないじゃん。 役に立たないかもしれないじゃん。どっちでもいいっす。え、それが研究でございます。ね、誰もやってねえからやるんですよ。一緒ああ、ネタ言っちゃった。エクスポーネンシャル。えー、N の ZQ と、プランス N の SQ と。はい。これで、えー、もうわかりますね。え、uh,、You find large N, large N.So, please take the s a d d l e point of these systems. So energy function is here. Okay, we as the remaining uh, task, remaining task is computation of the average over y for the energy terms, and entropy term is essentially the same, completely the same as the previous case. We going circles law. So therefore, we okay copy and paste the results. The remaining task is only manipulation of the average of y.OK.、Okay、じゃあ進めましょう。というわけでエネルギー項だけ考えればよいです。エントロピー項は今回の場合はさっきやったやつと全く一緒でございますのでというわけでございますね。えー、はい。G of Q is defined is like this one over n. Uh, summation over mu and log dy mu uh, integration dy mu and exponential 1 over 2 uh, ay mu a squared <coughs> and minus lambda over 2 n. <coughs> uh, <coughs> AQAA. A, A. Of course, we here assume、uh, replica symmetry、uh, assumption. <laughs> replica、uh, symmetry.、ね、もちろん、この後、計算を進めるためには、レプリカ対称性を仮定して、とりあえず進めてみます。はい、Q= イコーンショ。いいい <laughs> 対角要素は lar Q、LargeQ。 非対角要素は small q と置きましょう。Now we assume, impose the replica symmetry assumption. So then the matrix has two components diagonal part、uh, is a large capital Q and non diagonal term takes a small q. Now we assume. So then, for example, this is simply n large q, for example. <c oughs> So and uh, hmm. so how to manipulate this calculation? Yes so this is a, a trickier technique we impose. So you see here yes y follows the Gaussian distribution uh, mean zero and covariance QAB. Why hmm. is a uh, Gaussian random variable? Okay. So I memorize y mu <coughs> a mean 0. Okay, and covariance a q uh, a b. qab. Now, uh, of course, we impose the replica symmetry uh, assumption. Okay. Instead of y mu a, we use uh, artificial some Gaussian random variables, another Gaussian variables, for example z. Hmm. So z also mean zero, so then the variance is unit. So and xa, mean, 0 and variance, 1. ここで人工的ですけど、z と xa というガウス v a r i a ガウスランダム変数を用意します。分散 1, 分散 1, 平均 0, 平均0のやつを用意します。で、それで y を記述します。We use xa and z to express, to r e l a t e this yμa quantity. So, for example, in this case, how about like this expression? <laughs> so, if you take uh, y. So then, the similarly, is uh, x and j. That means uh, you take the x and j. So this is also equivalent theorems. So that is a mean zero. X a is also mean zero. So therefore, the average is the same as the originals. So and y mu a and y mu b, you compute. So then, q. Z squared and plus uh, some coefficient and x a plus some coefficient z x b plus q oh sorry q minus q x a and x b exist. Yes. So then, if you take the average x and j here, x and j here, x and j here, so then z squared is variance unity. So therefore, the resultant is uh, q. ZxA, gxb is uh, uh, different random variables, so therefore independently. So. Independently contributes this quantity, so therefore vanishes if you take the average because mean is zero. So here Q minus Q X X A and X B. So if A is not equal to B, so then this quantity will vanish. But A equals B, so then this is a variance. So then Q minus Q exists. So that means. Q Q ールルデデタタ AB クロネッカーズデルタ、えー、ここでえっと Z 乗とか Z X A とか Z X B とか XB とか XAXB とか全部平均ちゃんと取ります。でそうするとこれは分散1これはそれぞれ独立なので00でこいつは XA と B が異なる場合には0になっちゃいますが A と B が等しい時には2乗になりますので分散1が残りますってことでクロネッカーのデルタです。 でそうすると A と B が等しい時はあこれが残って9ラ9 9になりますからラージ9になります。A イコール B の時にはラージ9になります。A ノット b の場合にはスモール9になります。これ。<laughs> ね。ということは Y の代わりに Z と X で書いたこの表記でも同じ 分布を表現できてます。平均と分散。 ガウス分布ですから平均と,えっと分散だけ示せばいいですよね。なのでこの x と z による評価、表記は全くこれと一緒ですということが分かりました。インスタントは y、we may use z and x because、uh, the random variable of y has mean 0 and the covariance q and small q. But z and xa、uh, Uh, create the same situation, same things. so for making the random variables y, so therefore instead of y we may use uh, z and xa. because very simple explanation exp expression of these random variables. so therefore we want to compute here this quantity. integration of these quantities. Exponential one half uh, y mu a squares measure. So then we may rely to y mu a is like this. Okay. So <coughs> the remaining terms. <coughs> yes, g of q is equal one over n mu equal one n <coughs> <coughs> logarithm. Integral y, no z and x. Yes. So and with exponential one half uh, summation over a exists here. Summation over a exists, but this is a product of the these exponential functions. So, then, uh, q root qz plus root q minus small qx squared and the product over replica numbers. So, the result should be the power of this function uh, to the n. Very simple. Yes, so you compute. Gaussian integration here for the uh, x. <coughs> yes, so then the exponent of this integration so 1 minus half uh, from dx, from dx 1 minus, so square this quantity. ルート9-9 squared. So, q q exists. ルート9-9の x っていうところの2乗がありますので、そこからこんな項が出てきて、で、平方完成します。Okay,、uh, please consider the completion of the squares here.So, then we l l find、えー、平方完成考えると、こんな風なですね、結果が出てきます。ルート9のルート9の z と、スクエアルート、スクエア、プラス1オーバー1マイナス9マイナス9と、9マイナス9と、Q z 2乗を、で、えー、最初の2分の1のルート Q z 2乗から、2分の1 Q z 2乗っていうのが出てきます。はい。で、ガウス積分します。perform the Gaussian integration here. 1 over n summation over mu equal 1 to the m is independent of this quantity. So, therefore, m logarithm integral dz. So, and uh, the result of the Gaussian integrals uh, 1 minus q minus small q and 2 pi square root n and uh, in to exponent, exponential A minus 2, 1, 1 minus q minus small q, q squared z, <coughs> yes, like this, sorry, plus, <coughs> and n, yes, this is the result, so you find again, <coughs> square uh, n, very small n, so, therefore, you expand this quantity. Of course, this quantity. So, then you find integration dz here z squared. So, variance is unity. ここでまた n が小さいよっていう展開してください。そうするとガウス積分が z2 乗にかかってきます。z2 乗のガウス積分は1です。だから消えちゃいます。で、それを指数関数の型に戻してあげてください。そうするとこの表記がまた出てきます。で、そうすると、はい。n がめっちゃちっちゃいよっていうことを使いますと、えー、2分の nα ログの 1マイナス9マイナススモール9とプラス2分の n アルファ1マイナス9マイナス9分の9だよっていう結果が出てきますはいアルファって何ですかっていうと m と n の比を取ったものです now we define アルファイーザ m over n the ratio of the レクトランギュラーマトウェイクス So and we take the, uh, some a uh, small limit of the replica number n, so the computation of these quantities exists. So logarithm of the square root is minus half logarithm of this quantity. We omit two pi because trivial factors, and here is this this term is comes from here. この, uh はい。というわけで、エネルギーファンクションの評価、終わりでございます。そういうことで、えー、z の n 乗はっていうと <laughs>、えー、こういう風になりますよと。インテグラル dq とインテグラル dq で変分してください。サドルポイントを取ってください。えー、エネルギーの結果は、えっと、ここにね、実はあれですね。これ忘れないでね。don't forget this quantity. <laughs> Don't forget this quantity. Okay, I uh, recover this quantity minus 2 lambda nq. Okay, so the result was n minus lambda to nq uh, plus, uh, sorry, minus. Uh, n alpha log 1 minus q minus small q uh, plus n alpha half y minus q minus q small q and entropy completely the same quantity uh, as the previous case because the same definition of the entropy is exists here Yes! Maybe someone forget this entropy term I wrote down here.Okay. え <laughs>、e、っと、<c oughs> 1 half nqq tilde plus 1 half nqq tilde uh, minus uh, n uh, half q plus small q tilde、uh, plus q t u d o over q plus 2 q t u d o y e s t h i s is a complete expression of the、uh, random matrix X. <laughs> 書いたよ。<laughs> エントロピーも、えー、エネルギーも書きました。で、残る仕事は何かっていうと、変分取る。まあ、サドルポイントを取る。安定を取るってやつですね。えー、微分をしてくださいと。 いうわけでございますはい、でそうすると、なんと見事にですね、マルチェンコパスツール速が得られます、えー。ここですね、この肩の量、肩の量について、えー、サドルポイントを取ってください。サドルポイント、サドルポイントをメソッドをやってください。Let us perform apply サドルポイントメソッド of this integrants <clears throat> so then you find the saddle point equations for characterizing this uh, system so then you find eigenvalue distribution coming from only capital q because uh, take derivative with respect to the lambda so then the result uh, will be the eigenvalue distribution functions そうあのラムダに関する微分をこの後取ってね、ね、えー、そうするとここしかないんですよ。ラムダに関する依存性よね。なので、Q がそのままダイレクトにきますので、ラージ g q を見れば、えー、ういう部分布を見ることができます。OK。I write down the result: サドルポイントエクエシャンズ。サドルポイントエクエシャンズ。エクエシ f ンズ。 yes q イコール q tilde p l u q tilde p l this is completely the same as the previous cases、uh, small q is、uh, q t i l small q t i l squared q t i l d、ね、completely same. 同じですよねさっきのバイトね。で、えっと、もう一つは、えっと、q で、えっと、微分したもの minus lambda half プラスアルファハーフワンマイナスキマイナスワンオーバープラスアルファオーバートゥーワンマイナスキマイナススモールキュー閉じカッコ二乗をスモールキプラスワンハーフキューティルダイコールゼロ。So then f キューティルダーラムダマイナスはンマイナスキマイナスキベルーロングアルファ minus 1 minus q minus q squared q. Yes, this is a result. Okay, and then small q take derivative of uh, uh, partition function with respect to the q. So then alpha over 2 1 minus q minus small q <laughs> plus alpha 2 1 minus q minus q yes this calculation for me uh as usual alpha over 2 small q over 1 minus q minus q squared plus 1 half small q tilde equal 0 Whew. So luckily this quantity will vanish <laughs> completely the same. So therefore q tilde is <coughs> q tilde is 1 minus large q small q squared yes, small q. Again the very similar equations. So q equals q tilde proportional to q tilde. q tilde is also proportional to q. So therefore, q equals zero or not? Yes. Of course. Again, q equals zero is non-trivial solution. So therefore, q equals zero. q not equals zero exists. But you take this trivial solution. because trivial solution tells no trivial behavior of the e i g e n v a l u e s q イコールゼロの方が簡単なんですけれども、こっちの方がひじめっぽいんですけれども、q イコールゼロの方をね、取った方が、えー、分布関数を得ることができます。逆に言うと、q ノットイコールゼロっというのは分布関数が、えー、取れません。だからこいつはいらないと、ね。レポート問題のほぼ答えでございますけれども。はい。<laughs> はい。それを自分でね、また考察していってくれればと思います。で、この9イコール0っていうのを取りますと、9イコール、9チルダーイコール0というのを取りますと、めちゃくちゃ簡単で、9チルダーイコールラムダマイナス アルファワンマイナス9っていうのと、9イコールワ1ハ、ンオーバーキ9ティルダっていうのを得ることができます。で、これを解くと、えー、またですね、えー、面白い、えー、二次方程式の解になります。ツーラムダ、ワンオーバーツーラムダ、プラスラムダ、プラスワンマイナスアルファ、プラスアイねまた共数使います。 4 α ム λ α α plus 1 s q u a r e d イエスよいしょ。<laughs> こんなのが出てきます。まあ、二次方程式の解なので2つ出てきますけれども、プラスしか意味がないので、プラスだけでいいんですけれども、まあ、こんな答えが出てきます。で、<laughs> 何計算してんだっけってわけですね。Please remember,、uh, what calculation do we have? Yes, so、uh, for computation of the eigenvalues distribution functions here, so for, So、uh, So, then minus 2 logarithm z lambda. So, and we take the derivative of the partition function with respect to lambda. So, lambda の微分を計算して minus 2倍して π 分の1しなさいってわけですね。で、虚数部分を取りなさいってわけですよ。で、そうすると 答えになっからって言うんですよね。で、ラムダに依存している部分ってここしかありません。ラムダ exists only here.So, if you take the derivative with respect to the ラムダ you obtain the minus half Q. で、マイナス2倍するので消えて9だけになります。で、Q のイマジナリーパートを見なさいって言ってるんですから、これです。これです。

Light of the shape. アルファによって変わりますけど、アルファ各時点によって、えー、その確率分布ですね、固有値分布を自由に書くことができます。で、このディストリビューションファンクションの、えーまあ、法則があマルチェンコ・あパスツール。 ディストリビューションもしくはマルチェンコパスツール速とか言われたりします。はい。っていうのが手計算でできます。あの、これもちろん数値計算で毎回毎回。 ランダム行列を生成して固有値対角化してそれをプロットしていくとちゃんとその固有値分布を得られるんですけれども、えっと、手計算でも出せるというわけですねでしかもレプリカ法でですよスピングラスセオリーでですよランダム行列なんていろんなところに出てくるんだぜだから物理でもそうだし情報科学でもそうだし他の分野でもランダム行列で出てきますのでそういった意味で非常に強力なツールを実は僕らは手にしたということになります もちろんねあの今までランダム行列に、まあ会ったことない人もいるかもしれないですけれども、まあ、そのうち当たります <laughs> そのうちあの犬も歩けば棒に当たるのと一緒で物理学者も歩けばですねランダム行列に必ずぶつかります。<laughs> If フィジックス researchers、uh, walk around then the, uh, he, uh, across, he came across the random matrix. So therefore、uh, this is very important for the everyone everyone uh physics researchers so to analyze this is how to analyze the random matrix uh, in in terms of the distribution functions. Mm -hmm. uh, but uh, this analysis uh, can be applied to the uh, for the cases uh, if you are interested in the um, maximum maximum eigenvalue so then the, you can ああ、uh, uh, あのー、あれですよ、固有値分布だけじゃなくて、最大固有値とかもこれで計算できますよ。あの統計力学利用してね、えー。まあそういう問題設定もありますから、まあなんか最大固有値ね、対角するのめんどくせえな、できそうもねえなっていう問題系に対して、えー、手で。 えー、解析する手段としても使えますのでもしも固有値に関するでっかい行列の固有値分布固有値に関する問題に遭遇したらあこの方法を思い出してくださいで、まあ、すぐさま、ね、あの思い出せなくって何だっけとかこの場合計算できるのかなって思った時にはあクエスチョン、ね、出してください Uh, if you uh, encounter some uh, complicated systems uh, with random matrix so please remember this lecture on how to calculate how to analyze random matrix uh, by use of the statistical mechanics so but if you don't if you can't uh, proceed any procedure uh, following the uh, statistical mechanics please give, uh, uh, please give me uh, some questions あ、because this is the beginning of the collaboration で <laughs>、ね、こういう風うにして、まあ研究のネタを皆さん思いついてまあ、できる人とでいやね。経験のある人とくっついたりして、共同研究してどん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 前に進むっていうのがまあ、研究のやり方の一つでございますので、まあ、そんなどんどん変して。 ーゲクエスねためらわずに質問とかあーコラボレーションとかそれこそ研究室間とかでねやっていただいてもいいのかなと思います。俺実験したんだけどこんなことわかったんだけどさそれ理論で解析できるみたいなのさ同級生で聞いたっていいじゃないですか。はい。そんな感じで途中の雑談でね結構すごい重要なこと言っちゃった気がするけどまあいいや。<laughs> はい。Uh, this is the end of today's lecture. あの、終わりでございます、えーと。ちょっと早めですけれどもね。あの、午前の部が10分ほど、15分ほど長めにやりましたので、もうこの辺で終えたいと思います。えー、今日はランダム行列の話でございました。Uh, when I, talk, I took、uh, topics of the random matrix. This is an、um, um this is an undetermined prompt. <laughs> this this was uh, this was uh, suddenly i <laughs> i decided uh, to study to To tell you a random matrix analysis. 実は突然思いついたんですよね。ランダム行列について教える機会がないぞと。えー、集中講義とかしかないなと思って、まあ、普通学部の講義とか大学院のまあ普通のコースでランダム行列の解析手法なんて教えること多分ないので、まあ、せっかくこういう集中講義でイレギュラーなことですから、まあ、ちょっと思い立ってですね、えー、当初の目標、当初のカリキュラムというか順番と変えて、えー、ランダム行列に迫ることにしました。 なので、えっと、次回ですね機械学習の事例を時、えっと、計力学に図って、えっと、紹介したいと思います。しかし、そ i n g but a n す。 ちょっと短い時間になるかと思います。2コマしかありませんので、なのであのまあ、限られた時間なので、 まあ序章的なところ紹介的なところしかならないかもしれないんですけれどもでも、まあ、あんまり妥協せずに計算の詳細、まあ、今日みたいにね細かいかもしれないけれどもこれやってくれる人いないし本に書いてあったら全然わかんないからね。 あの正直これ教科書で書いたとしたって売れねえし <laughs> あのよくわかんないしっていうことで一緒にやってくれるあのトレーナーみたいな人がいないとできないと思うのでまあその意味でもこれ価値が自分であると言っちゃうのも変ですけどあると思うんでまあ次回の機械学習に関するやつも時間が短いですけどまあちゃんと具体的な計算を追ってえ地味なレプリカ法の集中講義を完遂したいと思います。 はい、え、uh, very long and very tough times。それ、better、yes this is the end of today's lectures。o next lecture will be on the friday。あ、friday。forty twelve。from、uh,。次のやつね。よいしょ。オッ次のやつはよいしょ。えっと、四十四時二十分から。ですね。え、uh,、friday。 では、で uh, 29日、ジ a n u a ルですね。Uh, YouTube リンクは、私は、ちょっと遅い I will send some YouTube links, and、uh, you can find、uh, some links on the YouTube、uh, website. もう多分次の講義の、えっと、リンクを下の方に載せてたと思いますのでそちらをご利用いただければと思うんですけれどもまた E メール等々でですね、えっと、受講者にはお知らせいたしますので、えー、受けてくださいあとね Twitter とか私のウェブページからですねここのあ YouTube リンク分かりますので、えっと、それを参考にしていただければと思います、えー、次回は金曜日29日1月からでご ね、はい。で、レポートに関してですけれども、えっと、レポートに関してもう一回一応言っておきますけれども、I will announce on the report programs for a d m i s t i o n solution、uh, up, uh, up to the February、uh, e, 5,、uh, maybe Friday. <laughs> And the problem one, problem one, s l o e s a subtle point equation. Southern point equation uh, for SK model. Yes, and please describe the this uh, schematic picture. Sorry, schematic schematic picture of the uh, other parameters as from one uh, standing up linearly. <coughs> you can find. So this is a problem one and the problem two. Uh, please explain, explain uh, why uh, do we choose なんで僕らはこれ選ぶの Q=0? これを、えー、と説明してください。Explain why do we choose Q=0 for random matrix?Random matrix case. なんで,す、ねでえー、と確率、えー、とランダム行列の時に9イコール0っていうね一見トリビアルに見る回を選ぶのですかという2つの問題がレポート問題でございます、えー、意外にこれ難しいっすよ <laughs> でそれは2月の5日までに、えー、とメールで送ってくださいでそのメールはんと M 大関あっと東北 CJP でございますい。はい、お願いいたします。<laughs> so, this is announcement of the report programs.Yes, <laughs> so, the end.Oh, yes,、uh, uh, 17:15. <laughs> 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 まさに終わりの時間でございますね。はい。 okay so goodbye everyone uh, see you next uh, cross uh, from uh, friday uh, january 12 9th uh, 14 12 2020 sorry and thank you thank you see you again